寒い。ちょっとお待ちくださいね。寒いな。多分声さん間違えてる。お疲れ様です。間違えたでしょ、声さん。間違えたでしょ。場所。違ってたでしょ。自分の気分。橋、あれ、向こうのほら。あ、あっちの橋って言ったの。小田木橋って言ったの。そうそうそう。あ、小田木橋じゃないです。ここだったんですよ。ここはロープがあるところです。ここ行ったことないでしょ。そうそう、ここないね。ないでしょ。事件現場ね、行ったらね、いない。ね、マスコミ行ってゼロに。ガラガラだったね。ガラガラです。で、警察はね、いた。警察はいた。はい、監視やってた、今、夜。キープアウトはあったもんね。あったです。中入れないですけど、裏側に電気ついてたんで。うん、何のこと？なんかやってるの？なんかやってるよ。じゃあ行きますか。じゃあどうぞ、ね。はい、こんばんは、ビーさんね。お疲れ様です。明日です。はい、くまちゃん、こんばんは。事件現場さっき行ってきました、くまちゃん。平塚のね。そう。今じゃ死んで、ちょっとね、うん、2カ所ですけど、今日は。そう。でも今日あったかい、あったかい。これヘビいるから気をつけて。ヘビいたから。でも、トミセンですよ、もう。いやいや、わかんないよ。これあったかいから。トミセンやな。そう。事件あったとこ行ってきたよ。あの、録画見てみな。あの、行ってるから。もう、マスコミいなかったよ。多分、送検されてるから、今日。うん、そうだね。だからもう撤収なんですよ。もうだから、あの、容疑者をもう見れるチャンスがないから。うん、もう裁判のとこになると多分おそらくもう目かしになっちゃうから、うん、乗るとこも見れないんで、うんね、うん、ガードされちゃうから。そうなんだよね。だから今日がチャンスだったんでね、うん、大体。でもあそこってあれじゃないですか、鍵絶対壊してますよ、うん、壊してる、窓壊してると思う。だから多分それ直さないと多分、うんうん、撤収できないから多分。はい、堀さんこんばんは。はい、黒さんこんばんは。ね、石丸さんこんばんは。先ほどね、平塚市のね、事故現場、あ、事故じゃねえや、事件現場行ってきました。そう、ご希望にかなえて。はじめましてね、石川さんね。カレンさんいらっしゃい。はい、4月いらっしゃい、こんばんは、うん、行ってきました。皆さんよかったらね、見てください。平塚のね、両親をやった、殺害した。皆さんこんばんはね。ツイキャスにもありますんで、動画が。もうマスコミいなかった。警察はね、現場検証やってたよ。あの、でけえ。あ、田中さんね、田中さんこんばんはね。わかんねえんだよ。サッカーこう止まってんだよね。なんかプリウスかな。うん、そう、行ってきたんだけど、もう暗くてね、正直わからないね。なんかちょっと電気ついてるって、裏側の方が見やすい。そう、裏側多分ね、台所なんだよね。台所、もしかしてあれ、うん、あれ、もしかして、うん、マロ。懐かしい。はい、ね、どうもありがとうございます。あ、腰が痛くなった。で、今日あったかいですよね。暖かいね、今日。あったかい、全然。でもさっきすごい風吹いてたね。え、平塚すごいんですよ。でしょ。こっち全然ないの。こっちないんだよ。平塚すごいの。4メーター5メーター吹いてるの。寒かったね。こっちの方があったかい、うん、そう、マロかな、わかんない。さっき止まったんだよ、いきなり。うん、映すぞ、マロ。そう、じゃあ暗く、明るくしますか、ちょっとね。そう、買ったんですか、ライト。つけました。あ、同じですよ。重たくないですか、それ。え、ライトいっぱいつけると重たいから。1個、マイクも入れたんですか。マイクは、うん、あ、これの重たいでしょ。まあ、でも、どれかのやつ。いや、今俺、軽量ですよ、すごい軽量、めちゃめちゃ軽量ですよ、これ。はい、チャオさんこんばんはね。これ明日は、だから今日、先ほどね、平塚の事件現場行ってきましたから、警察さん。で、じゃあこんばんはね。今ツイキャスの動画あるんで、特別にツイキャスでやったんですよ、今日。明日はね、YouTube 上げますんで、夜の事故現場、事件現場。何わかんない。鑑識が来てました。マル君、懐かしい。あ、てちゃん、ありがとうね、コンティニュー。こんばんはね、お疲れ様、どうもね。もう、早く見たい人は、あの、ツイキャスの動画を見てください。動画見てるようになってます。ね。あの、平塚すごい風吹いてたの。マジで。深田さん、こんばんはね、ぴよぴよね。そう。そう、でも今日なんかあったかいよ。
あ、でも風あるよ、ほら。うん、2メーターぐらいあんな。平塚もっとあったもん。明日ね、YouTube お願いします。ちょ、今日はね、多分アップできないと思うんで、明日だね。明日の多分、夕方ぐらいにアップする予定です。うん、いや、ここ来たことないよ、ケツ。うん、ここはないよ。ロープがあるってこと。寒いですよね。今8度ぐらいかな。でも今日はね、前回よりあったかい。あ、皆さんこんばんはね。先ほど見れました？ちょっと早いよ。ゆっくり行こうよ。疲れた。俺も結構もう、うん、もうなんかケツが重たかった今。ちょっと早いなペースがと思って。こうゆっくり行かなきゃいけないんだよ、これ。心霊現象っていうのはね。そう、いろんなところであるから、起きるから。そう、ゆっくりこのぐらいのペースで行くと疲れないんですよ。そう。で、こうね、ちょっと一時的に電波悪いとこあるからね。よろしくお願いします。寒いよね。うん。今3つでしょ、うん、こっち4つなんだよ。そう、高評価ありがとうございますね、どうもね。そう、どうですかね。なんかしたい？ない。なんかした？今なんかこいつ置いた？ないでしょ。でもこれ結構車通るんだよ。車通るから気をつけなきゃ。寒いよね。バケタやってみるか。バケタどうなんだろうね、今日はね。どうでしょう。でも夜やってんだね、鑑識ね。昼やんないでね。だ、殺害の多分あれじゃないですかね、多分。どこで殺害したかとか、それの多分現場を全部やるんじゃない。あ、なんかそう確認してると思う。車がね、結構通るから危ないですよ。気をつけないと引かれちゃう。ここ飛ばすんだもん。30キロなのに。30キロなんで、ここ。そう、30以上出てる、あれ。どう見たって。そう。本当に。なんか反応鈍いんだよな。もう電池ダメかな。はい、春さんこんばんは。青。濃いブルー。警告来た。警告来た。もう赤ダメだね。出なくなっちゃったね。はい、皆さんありがとうございます。こんばんはね、どうも。いやー、腰が重たい。そう、なんか来週水曜なんか雨臭いからな、ちょっとね、できないかもしれないからな。緑、ちょっと行きますか。濃いブルー、いそうな感じですけどね。いないとね、車通んないといいんだけどね。だってここ通るってあんまり家ないからな。あんま家ないからね。ただ裏道で通んだろうね、多分ね、めんどくせえから。そう、はい、ありがとうございます。いやー、でもあれだね、今風ないけど、平塚すごい風あったもん。なんであんなに変わるんだろうね。海に近いからじゃないですか。海に近いから、かなりあそこ近いから、近いよね、うん、だってあのラブホテルのすぐそばですもん、うん、あ、そうなんですか。そうそうそう、もうあのすぐそばのバス停が、うん、あの介護士が前に生首置いたところなんですよ、うんうんうん、そう、だからあの辺りやばいんですよ、結構。あいけさんこんばんはね、いらっしゃい、どうも。そう、そう、さすがね、うん、はい、コトさんこんばんはね、いらっしゃいね。寒い、全然温度が違うもん、隣のし、ね。そう、だから風吹くとすごい冷えるのよ。今8度しか、8度あるのに。はい、久美さんこんばんは。先ほどね、ちょっとツイキャスだけ限定だったんですけど、平塚のね、あの、事件現場、行ってまいりました。めちゃめちゃ静かなとこ。赤、青、ブルー。めちゃめちゃ静かなとこだよ。でもなんかあの辺りやばいっすよ。なんか発狂してるもん。何してる？あの駐車のすぐそばで発狂してたもん。発狂してた。住民が多分危ないですよ、あそこ多分。びっくりした。すごい静かだからすごい聞こえちゃうと思う、うん、だから多分もし殺してんだったら、うん、寝てる時やってると思う中で、うん、多分、うん、あ、濃いブルー、濃いブルー多いね、うん、多分だから聞こえちゃうもん、うん、だって閉めた時騒ぐじゃん、キャーッとか、うんうん、聞こえてるわけじゃん、みんな他にも、うん、その俺やってる最中聞こえてないってことはやっぱり夜中だよ、うん、寝てる時だよ。サラさんこんばんはね。そう、行ってきたの、さっきサラさん平塚の事故ゲームで。
事件現場。マジマジ行ってきたの。だから明日ツイ、あとね、YouTube アップしますから。うん。ツイキャスは見れますのでね、もし見たい方は、早く見たい方はツイキャス見てください。そう。すごいよ。めちゃめちゃ静かなところ。ただ駐車場があったから。できたばっかですよ、あれ。できたばっか。うん。そう、6時から100円なんです、30分。でも高いね、あそこ。あんな外れてて、だって夜間で日中が、1日で止めた時間によっては900円取られるから、あんな外れてるから、三井のリハーサル高いな。みたいね、キャス見たから、ん？見たら分かった。そう言ってきたんですよ。うん。そう、暴力振るってたと思う、多分。でもね、多分聞こえてるよ、あれじゃあ、間違いなく。うん、やっぱ、わめいたら聞こえる。あんな静かなとこだから、やっぱり。めちゃめちゃすごい聞こえる。うん。そりゃ聞こえちゃうよ。うん。うん。でね、お巡りさん立ってなかったから、多分もう境界線取られるよ、あれ。終わったら。多分ずっといるわけじゃないから、終わったらもういなくなっちゃうんだよ。多分初日だけが多分封鎖されて、そう。はい、はい、ラジマンさんこんばんはね、お疲れ様ね。そう、先ほど言ってきました、平塚市のね、今話題の両親をあ の死体遺棄の犯人、はい、犯行現場ですね。なんでこんなとこ、これ、ん、何これ、誰か投げたんでしょ、何か、ね、こう買ったやつを、買ったやつ、うん、これはこういうの危ないんだよ。危ないよね。うん。あ、風で。風かな。あ、ちょっとやって、取って。すいませんね。やってあげたのに。そう、かわいそうじゃん、だから。うん。あ、まだ汚れてる。オッケー。そう。あ、昨日お茶はありがとうございますね。ありがとうございます。神殿ね、ちょっと今日、まあ軽めですけどね。うん、そう、2か所なんですけどね、まあ、ここちょっと時間かかっちゃうんで、ゆっくり1時間コースぐらいなんで、で次も多分1時間、あそこ行きましょう、あの霊園で、サントリオで、次は、そこで最後で、で、ケイツーさん送って、そう、明日もあるからね、来週またね、できたらね、やりますんでね、で、一応ね、あの31日カウントダウンやりますんで、そう、このメンバープラス、せつさん来るんですか？来ます。じゃあ、あと2人、つるさんとせつさんさんで、うん、そう。雪降ったらちょっとやっぱ中止にしましょうか、積もっちゃったらね、無理だからね。そう、なんかね、寒気がまた入んだって。ゆうさんこんばんは、お疲れ様ね。いや、問題は箱根抜けなんで、あのまだ透明工事してますよね。いや、あそこめちゃ混むんですよ、一車線だから。箱根抜けたのは絶対早いんで、だから箱根抜けられなかったらちょっと怪しいよね。そう、めっちゃ渋滞するから、あそこ。でも逆はね、やってないんですよ。逆は工事してない。そう、行きだけなんですよ。行きだけ。そう。下りだけだ。そう、もしくは246で行くか。そう、それしかない。御殿場抜けてって感じで。はい、ブレンさんこんばんはね。いらっしゃい。高揚感ありがとうね。そう、雰囲気あるでしょ、ここ。ここね、ロープがあるんですよ。首吊りロープ。来ちゃいました。そう。来ちゃいました。そう。だから高揚さんが DM とか来たいのかなと思って。じゃあ飯食ってからじゃあ、と思ってねって。あ、今日休みだったんですか？いや、あ、そう、うん、休みだった。休みだったんだ。はい、ゼラさんこんばんはね、いらっしゃい。でも今日は暖かいよ、いつもよりか全然。で、バケタン全然反応しない、うん、もうバケタン休止かな。そう、首吊りロープ、あのあるじゃん、木についてる。で、懐中電灯は初利用です。そう、雰囲気あるでしょう。これゲスト真っ暗だからね、本当に。ほら、真っ暗。ね。そんな感じ。ちょっと弱めするけど。いや、こういうとこでも釣れるからね。結構ね、昔自殺多かったらしい。こんなとこ釣れちゃうでしょ。いや、でもこれトラウマだよね。見たらね、こんなとこ釣ったら。今日3人そう。タカさんこんばんはね、ピューピュー。坂井さん、実はね、平塚の事件現場行ってきました、今さっき。そう、あのツイキャスでアップしてますんで、明日ね、YouTube 公開しますね、その、まあ、真っ暗なんですけどね、大丈夫です、買えなかったんで。で、警察もいたんでね、マスコミはいなかった、もう誰も。
昨日まで多分いたと思うんだよ。昨日まで多分いたよマスコミで。今日送検だから、うん、送検やったらもう終わりだから、うん、でまた再逮捕すると送検されるから、うんうん、そしたらまた行くんじゃない、来るんじゃない、うん、多分殺人でやられるから今度、うんうん、マスコミ、あの平塚であったでしょ、お父さんお母さんをほら死体遺棄したっていう、うん、そう50歳の男、うん、あの家行ってきたんですよ家のすぐそのままに行けたんですけど、うん、まあ、なんかキープアウト神奈川県警って貼ったからここから行けないんですよ。パトカーあったから、うん、でそう明日ね、明日でアップしますね、うん、今あのツイキャスで見れますよ、うん、先ほどツイキャスでやったんで生放送ね、うん、そうそう、あいは古川さんこんばんはね、ブラザーさんこんばんは。なので明日ね平塚のその事件現場先ほど行ってきましたから生放送してたんです。そう、もうなんかねあの静かなとこだから本当にちょっと喋る声とか聞こえちゃうもん。聞こえちゃう、ね、うん、聞こえちゃう、聞こえちゃう、だからそう、あんな静かなんだって、うん、もうだから大声出したらすぐ聞こえちゃうよ。だからほらこういう風に言われちゃうんだよね。だから多分もし殺してるとしたら寝てる時やってんじゃないかな。でそれでほら多分それからもう逃げたんじゃない。キャス見た、ブルーさん見たのねそう、いいえ見てください、よろしくお願いしますね。ちょっとねライト使えなかったんでね、ちょっとね暗いですけど、裏側のねちょっと見えるとこがあの台所、多分電気ついてたんで、そうズームしてますんで、うん、だから多分台所関係が多分怪しいんじゃない、うん、台所に多分ご遺体があったんじゃない、それが引っ張ったか、うん、なんか部屋がね4つぐらいあるんですよね、下に3個あって多分で上に4つぐらいあるんだよ多分部屋が。でなんかね会社役員らしいんですよ、うん、お父さんだから金持ってんですよ、うん、そう警察いたいた、あの現場検証やってたよ、あの鑑識を多分、いや多分ね違うんだよ、親からお金をもらってたんじゃない、うん、でもらえなくなって、うん、多分ね、去年あたりぐらいから働かないから、うん、そうそうそう暴れたんじゃない、うん、うん、だから甘やかせたんだよね。だってなお父さんが76って言ってたよ、うん、お母さん75だって。お母さんもなんかあのピアノの先生とかなんか音になってますよ、なんか落ちたんじゃない、あこれ小江さんじゃない、小江さん下のやつだよ、これ落ちちゃったんだ、これあーこれ一回外さなきゃダメなんですよ、取れちゃうと2つ続いてる、うん、2つ続いてる、ついてる、あ1つ取れちゃったんだ、うん、そう取りたくてしょうがなかったんだ。あそうなんですか、これ分解できるんですよこれ一応、うん、そうそう、だからそれだからね、だからねやっぱりねわかるでしょ、やっぱ一人暮らししないとこうなっちゃうんで結局ね、うん、いつかは、まあ、理由があってほら例えばねずっと一人暮らしで親に戻ってくるの違うんだよ、介護とかでね、うん、そういうのじゃないじゃんやっぱり。だからそういう人っていうのは多分ね、あとお酒飲んでこう共演する人やっちゃうと思うよ、危ないよ、うん、予備軍だと思うよ、もうぶっちゃけもう親に暴力振るってくる人はもう確実に危ないと思う、やっちゃうよ間違いなく、いつか手を上げる時点でもうやばいよ。なんだこれ、これサラさんが好きな、サラさんとかミーナさんとかが好きな日本酒、日本酒この間なかったぞ。でこの先ねロープがあるんですけどね、うん、雰囲気まだど今あの平塚の方がなんかねもう違う、なんかね土地がやばいのかな、なんか、うん、あそこ土地やばそう、なんかせなんか違うよね、入った瞬間ちょっと違うよね、違うよ、違う、うん、入った瞬間密封されてるっていうか、なんかなんかあのなんていうの、行っちゃいけないって。はい、アルミさんこんばんはね、そう行ってきたの、アルミさんね、平塚のお酒、そうお酒税がね来2年後がなんかね、あの1000円のお酒日本酒が今度ねあの防衛費になって200円増税らしいです、うん、1200円で、2000のお金、あのお酒が400円なるらしいですよ、うん、そうで3000のお酒が今度1万円になるらしいですよ、増税ですよ、そうで5000のお酒が2万円なるらしいですね、うん、あれだってあれゴルフ場の関係者じゃないの、これゴルフ場の敷地だよ、そうだからもし一般の人だったらこれ不法侵入ってことだ、
わかんない。でもどうなんだろうね。うん。タバコが1本3円だから60円ぐらい上がるんじゃない？バカなのあいつ。1本3円って言ってたよね。うん。自民党潰そうみんなで。次の選挙は自民党コテンパンにやっつけよう。うん。一時間投げよ、お疲れ様ね。そう。うん。やるよね、あのバカ。自民党がいらないんだよ、もう。だってまず自分たちの何もやってないじゃん。そう、自分たちがなんかね、あの例えば給料もらったわけじゃん。で、所得税やんねえって言ってたじゃん。所得税も 1% ぐらい上げるらしいよ。皆さんには、個人にはやりませんとか言って、嘘つきじゃん。嘘つきは泥棒の始まりだよね。岸田は嘘つき。はい、桜さんね、こんばんはね、起きながらありがとうございます。今日ね、あの風が、ね、こっちないんだよ。平塚はね、すごい4メーターぐらい吹いてたんだけど。はい、熊谷さん、お久しぶりね、こんばんは、どうもね。そう、本当だよ、マジで。あ、あいつの車来たから気をつけてくださいね。うん。だからね、本当困るよね。ああ。何が？そうそうそう。もうあそこだってもうちょっとすると川だからね。うん。あれ消えちゃったよ。消えたよ。あれ？あ、曲がるとこ一箇所だけあるんですよ。平塚だけ風がすごかったよ。本当に。そう、平塚の事件現場さっき行ってきてね、ツイキャスで。嘘つきの集まりだよね。あれなんで逃げてんだから逮捕されちゃうからでしょ。そうだから逮捕されるのが怖いから逃げてんでしょ。多分。そう、結局はでしょ、戻ってきたら逮捕するっていう感じなんじゃない多分。だからそれが怖いから来れないんでしょ。だからでも逆に何もやってないでお金もらえるってすごいよね。ボーナス回ってんだよ、200万ぐらい。何もしてないの200万もらえるんだよ。はい、梅込さんこんばんはね、角さんこんばんは。逆にね、曲がってる。もうすぐだね。もうすぐあれだよ、あのロープがあるところ。一回ちょっとバケタやってみよう、この辺で。でも風がこの辺ないからいいよ、まだ。あったかいもん、今日。来ないね。赤全然来なくなっちゃった。最近全然元に戻っちゃったよね。あ、来ましたよ、車。危ないですよ、小池さん。うん、飛ばしすぎだろお前、30キロでここ。30キロ、君どう見ても40以上、もう50ぐらい出てんじゃん。黄色、今日ボーナスのすごいの羨ましい。そう、全然反応しなかったバケでも。そう、やりたい放題だよね。もっと暴露すればいいのにね。うん、海外にいんだったらないんだろう。だから結局バグる状態がないんじゃない。うん、今ありそうじゃんね、あのほら、あの教会関係のやつ全部ありそうじゃない。うん、よく来るね車ここ。あしぶさんこんばんはね。そう、これね、一応お化け探知機なんだけど、今反応が鈍いんだよね。もう最近全然ダメ。この間もすごかったんだけど、一回冬眠してるみたい。うん、だから少し休ませなきゃダメなのかもしれない。赤が出るとね、お化けが襲ってる状態なのね。うん。そう、しない。全然しない。もう反応しなくなっちゃった、ほら。そう。ね。はい、それではこんばんはね。いらっしゃいね。危ないよ、これだと。ここ落ちたらだって結構転がっちゃうよ。そう、この先ですね。あの、ロープがあるところ。そう、今日ね、接骨院で針やってもらったんだけど、明日ちょっと先生いないらしいんで、一人だ。今日変更してもらったの、大変だから。で、良かったんだけど、もうふらはぎパンパンなの。歩いちゃった。歩いたね。うん、もう結構歩いてんじゃない。いや、バケダン信用できなかった。おまわりさんいてね、おまわりさんいると思ったの。なんかパトランプがついてて、だから持ってかなかったの。もうなんていうの、もう機材ごと持ってってないから、スマホだけやってるから、ライトも持ってきてないから。で、ほら、近所がもう本当に静かなとこだからね、できない。ライトとか。あ、逆に始まれちゃうから。普通に、あの、持って歩いてる分だと全然大丈夫。うん。歩
でマスコミがいなかったから、マスコミが逆にいれば別に堂々といけんだけど、うん、いないと目立っちゃうんだよね逆に。うん、ね、そう。でも匂ってなかったよ、匂ってなかった、ここだよ、ほらロープあった、あったロープあった、ここロープ、ここあるでしょロープ、まだあるね、これ見たことないでしょ、初めてでしょ、そう、うん、これなのよこれ、うん、うん、これここのロープは俺は初めて見る、そう初めて見るでしょ、うん、あでもこれ結構結ばれてない、結ばれてる、前よりか結ばれたよね、結ばれてる、前より結ばれ、前よりか結ばれたね、うんうん、前はもうちょっと垂れてたもんね、うん、ロープ、ここでだからあそこのロープ切っちゃう、うん、いや警察もね中にあのいなかったの、外にパトカーが、あのワゴン車のパトカーがいて、で多分その現場鑑識で来てる人だけだ、多分今日にはもう多分あそこも外されちゃうんじゃない、うん、やる時だけ多分あのキーパーと外されて、うん、結んでるよね、誰か触ったのかな、あの高さロープまであった、お疲れ様ね、そう取ったロープあったでしょ、だ昔はね多分あれ切れてるからもうちょっと 長かったんじゃない、ただあそこをどうやって結んだのかなと思ってね、不思議でね、だからはしごがないと登れないんで、高さ的に結構高いんで、ほら見てわかる、高い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 、これ絶対無理なんだよ、無理無理、5メーターぐらいありますよね、5メーターぐらいあるの、そうマロが切ったのかな、さっき丸っぽいなんかプリウスいたとか、プリウスいたよ、ね、新しい方だけど変えたか車、うん、なんか止まってんでずっと、うん、結構高いよ、高いよ、ほらこれ5メーターぐらいあるよ、ほら、うん、1メーター2メーター3メーター上まで行くと5メーターぐらいあるよ、うん、うん、絶対届かないよ、うん、で登れる木じゃないですもんね、あ、これ登れない、結構ね長いこう高い、あの なんていうの、垂直に行ってるから、うん、遠いっす、そうやばいでしょ、はい赤目さんこんばんはね、いらっしゃいね、バケタン反応しないよ、やっぱりダメだ、今日休ませなきゃダメだ、バケタン引退か、うん、うん、引退か、はい、高さんこんばんはね、今日は心霊軽くね、うん、そう、あと来週ね、一回できればいいかな、もしだら水曜日なんか雨臭いから、うん、土曜日がどうかなって感じだね、来週のね、クリスマスイブ、で、まあ次はあの大晦日カウントダウンとかね、そうなっちゃうのかな、それがもう一回ぐらいできればやりたいけどね、うん、体調次第でね、うん、最後の週で風邪いっちゃうといけなくなっちゃうから、いけなくなっちゃう、そう、ほら、移したらいけないからみんな、そう、いけなくなっちゃうからちょっと抑えていかないとね、そう、カウントダウンの方がいいでしょ、どっちだろうね、行くんだろう、カモがうるせえはい、皆さんこんばんはね、皆さん行ってきたよ、あの事件現場平塚の、先ほど YouTube じゃないでツイキャスでね、明日 YouTube にアップするんで、よかったら見てください、もうね、あのマスコミいないよ、ただ警察はね、ちょっとあの現場検証やってたよ、うんうん、で、まだキーパーとか、あのちょうどね、入り口のところにされてて、その道路はもう入れるから、うん、裏側から見たら電気ついてた、台所、そう、うん、そう、いや、わかんないよ、あのね、結構やばいとこ今回行こうかと思ってるんだけど、ただね、神社系は絶対ダメなんですよ、大晦日は人来るからそう、だからやめといて、雨降っちゃうと、もうこの間行ったところになっちゃうんだよね、あのトンネル、うん、あれはそれではあんま人来ないから、神社系はダメなんですよ、もう絶対、あの大晦日来るから、そう、神社はね、行けないから、まずダメなんですよね、でね、今回初めてのとこ多いんですよ、沼津、あの落ち武者の生首が追いかけてくるとかね、そういうとこあるんですよ、マジで、お城上司で、うん、やばいんだよ、マジで、その後クマ出るから、クマスプレーないですか、ない、あ、じゃあ僕は持ってますけど、助けてほしい、助けてほしい、いや、襲われてもいいです、じゃあケツに預けとくよ、クマスプレーだって俺放送してるから、かけて、ミスったらみんなやられるよ、息漏れさせないようにして、そう、はい、高田さんこんばんはね、そう、ね、新規、結構ね、新規多いのよ、またのあそこと目ひりぎり、眩しいってお前眩しいってお前眩しい、
眩しいってお前、お前眩しくしたら俺もっとお前眩しくするぞってお前。眩すぞ。そう。お前なんか暗くないんだ、暗いんだから。もう冬眠しないの？いやいるいる。ちなみに3日前に清里の熊出てきたから。冬眠してないんだ。捕まえて、で2年前にも出てきた熊だったからもう殺したから。清里って寒くなるとこだよね。寒いよ、こっちが寒いよ。そうだよね。全然冬眠してないから。冬眠するよ。今は冬眠しないのかなやっぱり。しないんだよマジ。っていうか、食料がないんだよ。沼津もね、あれなんですよ、うん、結局足柄山から、うん、で箱根も金沢山から来ちゃってるんですよ。つながってるからね。今足の子いるっていうからね、うんうんうん、熊足の子と七曲がり、あそこ熊出るよ、うん、そう、うん、うん、お味噌ごそばんだけど来れるか微妙、了解です、大丈夫ですでもね、多分裾野市行けたら行くかもしれないけど、でもあそこ神社あるからあそこ多分首塚行けないと思う。あそこは多分無理だと思う。あそこ多分神社あるでしょ、だから来るでしょ地元の人が、うん、はい、高田さんおやすみなさい。もう寝んの？まだ8時50分よ、うん、そう、そんな感じですよ、うん、はい、ダメだった、ダメだった、バケダンおやすみうん、そう、足柄山いるよ、クマいますよ、うん、ここ2回来たし、そこに多分餌がないからこうだんだん来ちゃってんじゃない、いや来ないと思うね、多分あそこ神社があるから多分行けないと思う、あそこは、うん、2台で行くか ら、 だからどうしようかな、その行けないかもしれないけどね、どうか分かんない、うん、うん、行けるとしたらでも危ねえかな、あそこな、御殿場あたり行くかもしれないな、寒いんだよな御殿場でも、うん、そう御殿場寒いんだよ、だからできれば沼津あたりぐらいにしたいんだよね、沼津あたりぐらいにしたいんだけど分かんないな、明日4時起き、はい、お疲れ様、寝てください、はい、ゼナこんばんはね、いらっしゃいね、うん、今夜っていうかね、もう最近バケたのダメだよね、全然反応しなくなった、うん、だって一回ちょっと電池変えると思う、うん、うん、電池そろそろやばいから、うんうん、多分ね、うん、ん？なんかいた？いやこれ家だよ、家、家なの？これ家じゃないのこれ、いや違うな、なんだこれ、道だねこれ、ゴルフ場の道だね、ゴルフ場の道か、うん、そう、ゴルフ場の道、うん、ん？何がやってないでしょ、夜だからあれ紅葉、紅葉だよ紅葉、ほら色づいてるよ、もうでも終わりだべ、あゆこさんこんばんはね、ありがとう、どうもね、これなら釣れるべ、これ釣ったんじゃねえこれ、うん、はい、大阪さんこんばんはね、いらっしゃいね、うん、こっち行ったのか、いやあの辺り結構釣れそうだよね、あここここ、え、ここ行けないよ、行けないよ、ほら、あ、行けない、うん、いやあるんだよ、その道がポンって右に行けるとこあるの、うん、一箇所だけ、そう紅葉、最後の紅葉、こっから行けんの、ここ、ここ、ここ行けんの、ここ行けないよ、うん、あ、ここ行けないわ、行けないわ、うん、あっちにあんだよ、あの辺に行ける道があるの、うん、そう戻りますか、じゃあ戻りましょう、そう噂がこの辺までだからそうバケタの町街灯ないからね、静かなとこでしょ、でもだこういう木でねやるんだよ、うん、ほらやりやすいじゃんこれ、うん、釣りやすいと、だって入りやすいじゃんでも気づかれるよ、もう間違いなくね、うん、うん、間違いなく、そうだ、なんかでもね31日寒波来るらしくてね、雪降るかもしれないから、ね、ちょっと分かんないんだよね、あと3日ぐらいすると分かるんだよね、その予報が、うん、まだね、なんかね年末あたりね大寒波が来るとか言ってんのよ、うん、噂でね、うん、そうすると雪降っちゃうともうできないからね、そうちょっとあれだよね、もうテレビ見て
大晦日も皆さんみかん食って怪我しないようにね、あります、ゆっくり行きましょう、ゆっくりね。そう、大丈夫ですか？大丈夫です。あ、小江さんもフル装備買ったんだ。買ったの？やっぱりあったかいでしょ。かい、もうこれ全然違うでしょ。ね、やっぱ買わないとダメでしょ。ジーパンだけじゃ寒いでしょ。これ1月2月もっと寒いんですよ、うんうん、マイナスですからね、世界が。あれ、うん、ヒートテック、うん、もう着てでヒートテックにマグマ貼るとあったかいんですよ、うん、ヒートテック、そう、うん、相葉さん、つくだにね、どうもね、いらっしゃい。うん、そうね、本当に、うん、そう。何の音した？あ、電車か。そう、いや、行けないんです。あ、車来ましたよ。うん、そう、今日なんかあったかいもん、ほんとマジで。めちゃめちゃのチャンスだよ。だって8度なんかめちゃめちゃあったかいよ。だいたいこの辺りでもう6度とかだから、いつも6、そ そう、それでだいたい3度ぐらいも落ちるじゃん。確かに、うん、もう一つ、うん、イエティ探しに行くかも。うん、そう、電車近く撮ってるよ。うん、そう、冷えした、うん、大丈夫、大丈夫だ、出た、出た、そう、そうだからね。あ、ゆるべさん、こんばんはね、いらっしゃいね。そうだ、今日はほんとあったかいもん、この時期で。あったかい、最近の傾向を見てるとすごいあったかい。風もないし、あんまり、うん、だから平塚はすごい寒かったけどね、風が強いの。あんなに暗いと思わない、あの静かだと思わなかった、ね、うん、静かだったね。だって7時ですよ、7時台ですよ、あれ、あの静かやばいっすよ、マジ。夜中なんかやったら、夜中行ったらすぐ通報されちゃいますよ。だって見回りましたもん、見回りいた、いたいた、町内会だと思うんで、見回りいたもん。だ、今事件があったから、うん、見回りしてるもん、うん、そう、ちょうどね、車庫入れて歩こうと思ったら見回りいたの、うん、その現場の方行ってたもんね。あ、車来ました。そう、そうよ、日曜日ね、うん、だから風邪ひかないよね、うん、すごいよ、ちょっと見てみて、あのツイキャスの動画見てるから、うん、すっごい静かだから、だからもう声聞こえちゃうの、テレビの音とか聞こえちゃうよ。あそこで生活してんのって思ったもん、うん、あれでも、あの入り口の家電気ついてなかったよね、ね、最初俺あそこの家かと思ったけど、うん、その奥だったんで。伊沢さん、こんばんはね、なでまし、ありがとうございます。先ほどね、伊沢さん行ってきました、平塚のツイキャスなんか上げてますんで、明日 YouTube 公開ですんで、うん、日曜日雪、うん、見て、すごい静かだから。で、匂いはしてないね、あ、見つかったのは早かったから、うん、そうだね、あれ1週間放置したら多分もう腐敗してるから。そう、ただあれ、ご遺体身元なかったらどうするんですか。無縁か、無縁だね、あれなのかね、無縁だね、いや、わかんねえ、事件が終わっちゃうと兄弟っていないのかね、無縁、ね、無縁やしないのかな、あの家に置いとくかもしれないよ。え、なんで。いや、そういう家もあんだよ、うん、家が、自分の家があったらそこに置くっていうのが、ほら、事件終わってるからもう警察預かれないから、あ、そうか、うん、そう、家に置いてるかも、うん、まあ焼かれてね、うん、何のきっかけはね、簡単に言うと、近所の人と約束してた時間に来なかったんだって、うん、そうで、それで、なんか怪しい、連絡取れないって近所のその人が発出っていうか交番に行ったのね。で、交番のお巡りさんと行って、で、お巡りさんがご遺体発見しちゃったわけ。だから多分その日の前の月曜日に殺したんじゃないかなって。月曜日とか、まあ正確に言うと火曜日の朝方、2時とか3時頃ぐらい寝てる時にやっちゃったんじゃない。で、そのまま逃げたんじゃない、犯人。そうで、車で逃げたから当然ね、足がつくじゃん、うん、ね、N システムっていうのがあるんでね、うん、で、浜松にいるとこを、身柄を浜松県警の人に押さえてもらったんでしょ、うん、うん、夜中に逃げてるよ、もう当然
うん、そうだから逆に約束しなかったらもうずっとなんか匂いで分かったんだよね、不愛で。うん、まあお巡りさんでも慣れてるからね、死体はね。まあ僕もぶっちゃけ慣れてますけど。うん、なんで慣れてるかって分かります。まあでも他殺隊とは見てないから、まあ亡くなった人は何人も見てるけど、亡くなる寸前も見てるし、亡くなってる時も見てる。もう分かっちゃう。だ見たことない人っていうのは多分見れないと思う、慣れてないから。うん、やっぱね、なかなかかわいそうだから見れないよね。見れないよね。うん、そうね。だから逆に見つからなかったら結構奥まで逃げられてたかもよ。うん、車で移動したから多分車乗り捨てるでしょそのうち。うん、多分なんかだからあれじゃないの、その旦那さんがなんかあの会社役員って書いてあったから76で、普通ならもう定年じゃん。定年してるよ。だから多分自分の会社持ってたのかもしれないよね。うん、そうだよね、うん、普通だったら定年だもんな。そう、多分おそらく。だからまあ簡単に言うと、まあ上級国民、金持ちって感じだよね。だから普通に考えれば76で役員なんだから、うん、ね、うん、で役員ってことはもう年金もらってないでしょ。もらってないのかな。だって役員の給料があるから。あ、多分金額は全然高いからもらってないと思う。給料があるともらえない。で多分年金はもうもらえないから、うんうん、あ、もらえないね。もらえない、もらえない、当然ね。うん、ね、だ手続きしてないからもらえないじゃん、うんうん、で死んじゃってるから多分もらえないよ。うん、早場でね。うん、何の音、何の音ですか。音、何の音これ。え、何音、何の音。お化け、なんかしてるよ。なんかしてるよ。何もないよ。何もないの。見えねえんだよ。分かんない、何もないんだよ。何もないの、なんで。分かんない、動物これ結構いるからね。分かんない、なんか落としてる。うん、意味ないね。いや何もいないよ。蛇だ。熊だ。あ、イノシシいるかもしれない。わかんない、いない、いないと思うけどね。いたら多分仕留めてると思うよ。もう、やばいね、イノシシいるかもよ。あ、でもあれはいるよ、蛇は。蛇はね。うん。そう。冬眠してないよ多分。うん。なんか変な音してたよね。うん、音してた。なんか怪奇現象なの。警告だって、五六時の人はもう夜いないよ。いないいない。うん、だってやってない。そう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 、こっちもね、うん、こっちも両方、うん、両方。イノシシは多分いないと思うけどね、ここは、うん、いたら多分死んでると思う。やっぱ人が多いとこだから、うん、駆除してると思う。うん、びっくりしてよかった。びっくりした、うん、そう。相手、なんかふくらはぎがなんかもう張ってるわ、疲れちゃってる、うん、そんな感じかな。うん、暗いっしょ。でもバケテンってみるか最後に、うん、風だな、風がちょっと、これもしかして風あんじゃね、うん、ただこの端っこがガードされてるから、うん、風が来ないだけで、実は風結構吹いてんじゃない？風の音かな、あれ。うん、なんか風の音っぽいよ、なんか今見たら。なんかつかないんだよな。やばいな、うん、せっかくこの間赤来たのに。赤、いや、赤そんな来ないじゃん今。うん、ダメだね、全然反応しないね。全く反応しなかった。
はい、ゆうさんこんばんはね、いらっしゃいね。うん、あ、風でね、ありがとうね。なんか反応はね、これ電池切れてんな。すぐ消えちゃうもん、ほら。もう電池寿命だね。ちょっとバラそう。電池全部交換。もう多分ね、電池がやばいんです、そろそろ。何が？なんか電池ね、100円ショップなくなってるんですよ。なんかあるんですかね、地震？電池がなんか品薄なんだよ。なんか前から入ってないんで、鈍いんだよね。海外から入ってないんだよ、多分。電池の寿命。そう、意味ないね、死んじゃったらね。でもあんな静かなとこで、聞こえちゃうよ、あれは。あれは聞こえちゃう。100均電池が少なくなってた。単4とかね、単3。飛び出たからじゃないの。切ったの危ないから。なんか落としてない？ピーピーピーって。落としてる。なんか落としてるよ。そう、あそこ住宅街だからね。そう、やばいかも、マジで。取り先？取り先？なんかいる？いないでしょ。アマさんこんばんはね。売ってる？なんだろうね、こっち全然。他のとこ行ってもなかったよ、少なかったよ、電池。そう、なかなかね、そう。なんか変な音がするね。変な音するね。あ、電池のことね。そう、電池はなんか砂薄だったんだよね。でもなんかやっぱこう掃除やってるね。掃除やってる。買ってるよ、これ。いや、平塚の駅から約2キロぐらいだよ。どっちかというと、あの海岸線でラブホテルあるでしょ、あれからすぐそばだ。あのすぐそばのバス停が生首を置いたとこだから。生首を置いた現場からもう本当に 100m ぐらいだから。事件現場はね。そう、だから俺早いでしょ、特定すんの。めちゃ早くないですか。もうあのね、マスコミの画像さえあれば、ポイントがそのなんとかとか出るじゃないですか。そこを押さえていくんですよ、ビューって。危ないですよ。で、そうするとだんだん距離が迫ってくるんですよ。そうするとこの上から見て、その屋根とか見える時あるじゃないですか、たまに。で、あのキーパーと、あのほら、おまわりさんがあってキーパーさんじゃない、最初。赤い車止まってたんですよ。あれまず見つけたんですよ。見つけたのも簡単。で、最後シュッと修正したんですよ。最初はだからそのズームしたとこが家なのかなと思ったんだけど、その奥だったんですよね。で、裏側から見た時にアパートの隙間から見えてたんですよ、家が。だからそれが裏側見ると緑の家だったんですよ。そう、特徴的だもんね。そうそう、それで特定なんですよね、もう。俺はあのすごいよ、特定するのは。特定しやすいよね。マジで特定さんだから、マジで。そう、特定すごいよ、本当に。あっという間に特定するから。あの福島の、あの老人97歳の運転手の家も特定してるからね。あれを見つけた。見つけたでしょ。見つけた。あれも見つけた。見つけました。僕がマークしたらもう間違いない。なんで俺真ん中に置くんだろうね。あ、これ真ん中置いてあったんだね。なんで真ん中置くんだろうね。開けましょうしね。危ないよね、これね。こういうのは滑るんだよ、雨の日とか。そう、名探偵ですよ。今のところちょっと電波悪かったんでね、ごめんなさいね。そう、この辺りがちょっと電波薄いんだよ。で、この辺にね、蛇の死体がいたかったの。
あ、そっかそっか、そうそう、お前、ね、だからヘビこの辺りいるよ。いやでも今多分冬眠してるかもね、潜ってる、もう冬眠してる、穴あったらやばいよ。どこで冬眠してるのか分かんないけど、分かんないけど、そう、ただね結構狭いから、そう、ほとんど1車線ぐらいだね。だから昼間行くと結構対向されると結構やばいかも、狭いよなんか。うん、はい、ドルゲさんこんばんはね、ワン、いらっしゃい、こんでりこんやると、そうね、たたりの石です。たたりの石、これ何か捨ててるよ、捨てるでしょ誰か、うん、何これ、アルコール、アルコール、わかんない、ご、あれじゃない、薬じゃない、たたりの石、これ知らない、これ触ると死ぬって言われてる。え、なんか音がしてる、いた、あ、太郎さんこんばんはね、お疲れ様ね、このありがとう、ワン。触ったらダメ？触ったらダメ。触ってみようか。汚いからやりたくない。もう乗せない車に。わかった。うん。歩いて帰ってもらう、ここから。歩ける？じゃあ歩こう。え、わかる？あ、でもここだったら平塚から帰った方がいいと思う。平塚に乗った方がいいし。平塚に電車乗った方が早いです。うん、そうだね。この川を泳いでってね。どうしたの？タバコ？タバコいらないよ。いらない？このタバコいらない？うん、いらないよ。そう。そう、ケツ、あ、着いたかな、そう、だいたい1時間ぐらいでしょ、ここ、このぐらいのペースで行くと、うん、もっとゆっくり行くと1時間超えるんですよ。意外とね、疲れるんですよ。1時間以上かかってない、いや、いや、53分ぐらい、4分ぐらい、そう、いや、ここから、これ見て、あそこ、もうなんか疲れたもん、こっから見ると、あそこのライトのところ、薄気に悪いな、いや、マジ真っ暗だよ、ほら、ね、ほら、見て、真っ暗でしょ、そう、電気つけちゃうとやばいから、何これ、これ何があるの、これ定めって書いてあるんですよ、定め、うん、この地で処刑場があったため見つけたものは処刑するって、昔のやつって定めって書いてある、知ってる、こういう縦看板みたいな、知ってる、はい、ありがとう、コンティニコインね、おめでとう、ありがとう、そう、コイン切れてたら次月終わりになっちゃうんでね、あげたらダメでしょ、不法侵入、いや、ダメ、行けなかった、行けない、行けなかった、そう、2人で閉めてる、あのね、そういうのはダメですよ。うん？テープ？テープでさ、ピンクのテープで貼ったりしてるところあるんだけどさ。うん、危ないからじゃない。はい、コンティニコン、ありがとう。ありがとうございます、どうもね。そう。ね。あ、なんか腰が、腰が重たい。あ、腰ね。あ、歩いてるもんだって、多分今日ね、もう5000歩ぐらい歩いてると思う。俺は何歩だろうな、ちょっと何歩歩いてんだろう、見ていいですか、出すのも大変、あ、1週間分の今日で、日曜日でいい、うん、いや、あとでいいや疲れてた、うん、ありがとうございます、こんにちは、ね、そう、腰ね、あ、もう疲れてた、帰るか、うん、うん、こういうことはドルさんもすごい歩いてるな、きっと、いや、でもそんな歩いてないと思うよ、だって俺はほとんど今日歩いてないもん、歩いてなかったの、そう、ん、いや、今日ね、針やっと思ったから多少良くなったんだけどね、で、次俺火曜までないから、もうだから休養だよね、ちょっとね、そう、土日は、うん、土日で休養していく感じ、さっきのプリスいなくなったな、あ、いなくなったね、うん、いなくなった、子供、5年とも、あ、もうちょっと先か、5年じゃなかったな、決めたの、あ、もっともっと先だ、もっと先だね、そう、なんかなんだかんだ言ってね、1時間ぐらいかかるの、ここに入んなかったの、横入んない、そう、それで、うん、なんか見たことあるような風景だなと思って、うん、でもこうたまに開いてるんだぜ、うん、ここ、そうなんだ、開いてる時あるの、今日は入れないけど、鍵かかってるけど、たまにあるんだよ、こう下がってる時あるの、うん、謎のプリウスいたんで、いきなり止まったの、もういないでしょ、多分もういないでしょ、多分あれ、わら人形、わら人形、なんか針金止まってるよ、あ、なんか止めてるね、針金、え、刺さってるよ、刺さってるよ、刺さってる、なんか刺さってるよ、ほら、なんかね、なんか、なんか止まってね刺さってない、ほら、そうそうそう、針金止めてた、え、これ割れ人形、わかんね
刺さってるよね、うん、刺さってる、針金止めてる、針金止めて刺さってるよこれ、うんうん、やばい、なんだろう、見つけちゃった、見つけちゃった見つけちゃったの、え、モル刺さってるよ、ほら、うん、わら人形なのこれ、竹をなんかやってるみたい、刺さってるよ、ほら、刺さってない、ほら、ポンってほら刺さってる、古くなったけど、わかんないけど、なんか刺さってるように見えるよね、刺さってる、うん、人形ないんだけど、なんかそういう風に見える、刺さってるよ見えない、ほら、これ刺さってるよ、どうやばい、写真撮っといて、写真撮っといて、写真撮っといて、刺さってる、刺さってるよね、これね、刺さってる、あ、こちらなのよ、これ、ね、照明あ、もっとあれかな、あ、もうちょっとあれにしようかな、あ、この方が分かりやすい、刺さってるだけ、あ、オッケー、あ、この辺があれだっすね、どうも、刺さってるように見えるよね、刺さってるよね、これ、ほら、ほら、うん、そうそう、刺さってる、うん、下、下も、うん、いや、だからね、うん、枝が刺さってるように見える、枝が刺さってるように見える、そう、なんか枝が刺さってるように見える、でもこれ枝じゃないよね、いや枝じゃないの、枝だけど刺さってるように見えるよ、どうせこれこんな生え方しないと思うよ、これ枝で竹で古臭くなったやつよ、だから竹だよ、竹が刺さってるんですよ、竹が刺さってるの、これだから誰かが刺したんだよ、これ誰が刺したの、大丈夫、こんばんはと思うね、で針金かと思ったらね、針金じゃなかった、竹が竹なんだよこれ、うん、竹がこうまず入るわけないじゃん、この中に、そう大丈夫ですか、うん、竹がね、あいつの見た方がいいですよ、うん、竹が刺さってるのよ、なんかおかしいじゃん、竹、泉さん見た、竹が刺さってるの、木に竹が刺さってた、それも好意的刺さんないと刺せないよね、竹じゃないんだからこれ、うん、竹が竹なんだよこれ、そう竹がね、こうやって刺さってるの、こうやってズボッと、だから竹をとんがらして多分刺さってたんじゃない、なんか下のほら竹でしょこれ、ほら竹ほら竹じゃんね、竹の儀式だ、こんな初めて見た、竹の儀式なんかしたの、あ、ごめんなさい、やばい、夢はやめたほうがいいよ、思い出した、この辺の儀式であったんだ、呪いの儀式があってね、呪いの儀式、そう、竹の儀式ってのがあるんだよ、竹の儀式見ちゃった、いや、俺見て俺見てないんだけど、見てなかったからちょっと写真撮ってあげて、これ皆さん見ちゃった、今見ずに写真撮ったからいいや、見ちゃったああ、言わないほうがいいな、言わないとこ危ないから、ちょっと言わなかったら助かるわ、んん、ほっとこう、何だと、いや、それ言っちゃうと死んじゃうからやめた方がいいと思う、これ切ったら折れんじゃない、気づかないようのがいいと思う、なんかこれ蹴ったら折れるじゃない、本当らしいよ、やめた、危ないからやめてください、汚いくないから、ほらここにもほら、なんかほら、あ、だからなんかあれじゃない、森林なんとかじゃない、森林かしっかり見ちゃった、そっか、いや、なんかやばいらしいよ、竹、なんかね、どっかで見たんだよ、竹の刺さってるやつって結構やばい、後でね、あ、見てきた、はい、くもちゃん、どうでした、うん、結構静かなとこでしょ、だこれ深く追っかけると死んじゃうらしいからやめた方がいいよ、うん、だから竹の儀式は忘れてください、これはそこない、うん、あんまり良くないんで、うん、竹で作るさ、相当念があるよ、多分腰痛いでしょ、腰痛い、あ、なんで腰痛いんだろう、分かってね、腰痛い、痛くないですか、腰、大丈夫、あ、なんか腰が痛い、ちょっと練習、これが緑の家です、平塚の現場です、行き現場です、皆さんここです、うん、緑の家、そう、緑の家知ってます、平塚でに両親を遺棄した現場です、うん、たくさんいないね、1台だけだったよ、パトカー、うん、1台だけで、あのワゴン車のパイプの、うんうん、で、もう外にもいないし、ただ止まってて、うん、パイロンがあって、キープアウトだけ、うん、そうだね、だから多分それ終わったら多分撤去されてる、うん、うん、山田さん、こんばんはね、そう、もう撤去してんじゃねえか、緑の家、いや、もう、あ、いや、終わんないよ、終わんないかな、うん、なんでこの時間やるか知ってる、うん、昼間はなんで今この時間なんだか知る、
昼間はなんか近所迷惑っていうかなんか。いや近所関係ないでしょ、事件なんだから。なんだろう殺人事件だよ、だって殺人事件だよね。違うんだよ、あのだからいろんな仕事があるから終わらないとお金回らないんだよ、次が、うんうん、例えばこれ鑑識を全部取っても、うん、部屋全部やってないと思うから、うんで今回はほらもう死亡原因も分かってるから、うん、もう殺人を立件するために全部やってるんだ今、うん、そう指紋取ってるの全部、うん、でなんか痕跡とか、うん、そう見てるの傷とかとかね、うん、うん、で多分おそらくこれに首とかにロープのあ多分なんか紐とかあるとはあるんですよ、ここさっき開いてました、そうえどこ、ここあここ開いてたよ、開いてた、うん、開いてたっけ、あここ壊れてるから開いてるんだよ、そう、そんな感じでもね、裏側のね、あの台所電気ついてたからね、うん、見えたもんね、ズーム見えたでしょ、台所か、そうそう、台所だあれ、うん、多分あそこで何かあったんじゃない、うん、あそこ電気つけてるってこと多分なんかあったの、うん、おそらくね、そんな感じだと思いますよ、あ、風あるな、今日、うん、風出てきてるよ、やっぱりたまたま当たってないだけなんだ、これここまで来たら風が、風あるわ、うん、ね、俺1時間かかったでしょ、これ何気にそう、かかっちゃうんで、まだ落ち着いてないんだもん、ここ何気に疲れるんだよ、1時間歩くから、うん、そう、多分鑑識だと思うよ、多分、うん、もうあの初日だけが多分、あそこの道路全部封鎖されるけど、2日目から多分中だけだったから入れたんだよ、マスコミもほら行けたじゃん、うん、前まで、うん、そうそうそう、でその時はおまわりさんいたと思うんだけど、3日目でももうあれ送検ってあるのね、容疑者を検察にね、もうそこが一番チャンスなのよ、あの犯人を捕らえるのをね、それ以上経っちゃうともうあのなかなか薄れないから、でもあら別件逮捕するとまたチャンスが出てくるから、そう殺人があるからね、殺人罪も多分起訴ついてない、うんうん、だからまだまだ先だと思うけどね、これやばいじゃん、神奈川県民どうする、やばいじゃん、裁判員サイド裁判、あでも、ね、あれちなみにこれね、僕と警察さん来ないんですよ、なんで、うん、支部が違うから、あそっか、これちなみに平塚から先の人方はこれ今回の裁判サイド裁判員裁判のし、うん、裁判官になるっちゃう、4月かでしょ、あれは小田原支部なんで、茅ヶ崎までは横浜支部なんですよ、だから警察さんと 俺は同じなんですよ、うん、そう管轄が、だから高江さんも来ないんです、来ない、来ない、そう小田原はあの平塚は小田原支部だから、もう平塚が先の人が今回の選ばれるわけよ、うん、裁判員に、そう大丈夫ですかね、うん、そんな感じでございます、そう、うん、裁判員ゲームがあります、この後ね、そう、いやバラしたら捕まるよ、バラしたら捕まる、そうそう、バラしたらね、はい、じゃあね次行きましょう、お疲れ様でした、次でですね、はい、あれやったかな、どこも開けられない、んいや、警報器を止めただけです、解除しただけお疲れ様ですね、一件目終わりです、なんだかんだで結構ここ疲れるのよ、体力勝負なのここ、こしてるでしょ多分、じゃあ次あそこですね、あ、そうだ、高円さんの渡してジュースちょっと、あ、そうだね、うん、あのお茶をちょっと、もうちょっと冷めちゃってると思うけど、ちょっと水分取ろう、うん、そう、ちょっと待ってね、寒いね、マジで、おじさん飲んでください、お茶、お茶飲んでください、 お茶買ってきたんだよ、俺ケツ飲んで、ケツ、どうぞ、じゃあ行きますか、ちょっとしたら一服したら、なんかさ、結構しぶといな、これなんか不安定だな、大丈夫か、よし、これUターンだな。
U ターン。何ここごめんね、後で取ろうかな。何もしあれだったら。何がゴミがあるじゃん、ここ。ああ、後で取って。でも俺、つかないやつだからいいんだけどね。叩いてください、ポンと後で。ETC カードが存在されてる。ETC じゃなくて。うん、持ってください。もう使ってるでしょ。もう使って。今使っても。もう一個探すから。あるんです。大丈夫。なかったら自分の使うよ。いや大丈夫ですよ。これは。長いんだこれ。こっち使って。俺も長いの間よ。いろいろこっち使って。長いの。俺も長いのいただいたやつ使ってるよ。うん、大丈夫。すごい長い。これ長い、長くしたんだよね。遅延が出るんだ、ここ。なんでだろう。この辺が電波悪いんだよな。なんでこの辺が悪いんだよ。はい。大丈夫？こんばんは。いつもの場所を表示します。ちょっと一服したら行きますかね、水分取って。水分取って。ちょうどでもいいぐらいじゃない、まあ、1時間ぐらいで、11時で。そうだね。うん、でも着くまで20分ぐらいかかるから、ちょうどいいぐらいじゃない、ちょうどいいぐらいじゃないかな。ちょっと U ターンするか。こう U ターンする。ちょっと待って、U ターン。ここに U ターン。お、なんか ついたかしらないけど。うん。どっかが。小さまについたのに置いてるな。何が？杖を引っ放し。右方向、この先、左金属製の杖エリアです。向こうだから。でも7度だ、7度。7度か。だいたい予想合ってるんじゃない？でもあのね、寒く感じなかったなと思って。いや、風があったらやばいよ。およそ700メートルさ。なんかあそこは風が当たりそうな気がする。で、そこの信号のとこも、実は心霊の噂なんです。あ、スパチありがとうございます。ラッキーさん、ありがとうね。いつもありがとうございます。ありがとうございますね。そう。このね、橋も噂があるんだ。だ民家があるからね。そうだね。左方向です。この辺り結構噂あるんだよ、うん、昔なんか飛び降りたとかなんかそういうなんか、うん、溺れちゃって子供がね ありがとうございますね、どうも、読めないからな、そう、およそ700メートル先、環境道路入り口を右方向です。でも今日はあったかい方だよ、いつも。いつもこの時点でもう5度とか4度とかな。やっぱ3度違うといいね、楽だよね。昔は20度寒いとこ行ってた。これでもどういう風に行ったのかな。場所がすべて逆の奥だからね。右だから。ここ右なんで、茅ヶ崎の方に行かないと。もう平塚寄りだから、かなり。のこぎりばあちゃんのところに行かなきゃダメだ。もう当然そうだよね。そっちの方が早いもんね。大回りするか、絶対。で、そこの道は、なんか見ちゃうと、女性の霊が出てね、水に引き込まれるんだって。うん、そこ。で、この1号線通ると ニトリがあるんだよ。ニトリ横ね、あの頼朝が落馬した場所なんだけど、そこも結構噂があるんだよ。あ、いや、あそこで言うか、あれタイムドラマで落馬したところね。そうそうそう。そこも噂があるんだよ、結構。なんか武士の霊を見るとかなんかね、まあ、明るいんだよ、あそこでも。そう、そういうとこなんです。ここお墓があるんだよね。右がお墓なんだ。あれ、わからんだ。そう、だから全然違うじゃん、雰囲気が。ここは明るいのに、こっち暗いじゃん、すごい。一回やったんだけど。そう。で、電話クソあったんだけど、ない？そこに。
あれ撤去されちゃった電話ボックス。ここに電話ボックスあったんだよ。あ、撤去されちゃった電話ボックス。2軒目やばいよ。あそこですから、あの毎回最近声が聞こえるとこですから、うん。このメンバー前回行った時も聞こえてるからね。霊園の脇道。あの恐ろしい霊園が、今年最後ですよ、多分行くとしたら。今年すごかったもん、霊園。そう、すごいよね。今なんかくら寿司とスシローがもうダウンだってね。やっぱ値上げしたから。ガッテン寿司が今ナンバーワンだってよ、うん、ガッテン寿司が今ナンバーワンで買える、うん、でも外と風強いかもね、トムさんね。強いよ、見てこれ結構吹いてるよ、風ね、うん、やっぱ3メーターぐらい吹いてんじゃない、うん、だ多分体感温度下がるな、これから水温。さっきのは横に防御があったからなんだよ。あったかかったんだよ、風が来ないから。そこの先があのニトリなんですよ、ニトリ。こいつがこう、まあ、こんなとこ曲がるから。そう、そこはニトリなんだよね。フラフラしてね、こいつ。なんかここほら暗いでしょ。あ、暗いわ。暗い。あ、できるわね。できるね、今度ね。暗いわ、意外と。前明るかったんだよ。今照明消されて、うん、この時間だったら多分できるな。できる。今度そのうちね。来年あたりぐらい。忘れてなかった。俺が言う。忘れてる。あのね、久しぶりでしょ。この前回ケースのところ、ほら光栄さん以外行ってないから、うん、あそこはちょっとねやばいよ、マジで。今最近見てると何か起きるもんね。行くと何か起きるね。そう、あっち側の道がね。でこの辺り明るいんだよね。でこれほら、あの鳥居があるでしょ。ここの鳥居まっすぐ行くと、なんか鶴岡なんとかなんだよ、うんうん、そこも、ちなみに座敷わらしがいるって言われてる。座敷わらし、そう、座敷わらし、遠くじゃないんだ。いや、なんか噂があるのよ。だけど、ここは止めるとこないから、もう無理なの。バイクじゃないと無理。ないんだよ、うん。で、ここの先の、次の信号の時に、今から多分7年、8年前ぐらいに、高校生が、夜中に事故を起こして全員死亡じゃない？全員死亡って。これニュース出たから。ここの道全部塞いだから。全員死亡とは何人か。そこそこ。いや、何か車。いや、5人ぐらい死んでる。そう、一気に全員死んでる。そこそこ。ここの交差点のとこ掴んだの。そこに。で死んじゃったの。全員。5人、高校生で、高校生。なんで高校生で？花束あるかな。もうないか、もうないか。そこなるよ、多分。うん、たまん、まあ、結構あったもん、昔。あ、もう今撤去されちゃったな。家建っちゃった。あ、ここ、ほら、あるじゃん。あるじゃん。あったでしょ、あったでしょ。花あったでしょ、うん、ずっと花あるの。あ、置いてあった花、うん。そこは事故現場。あったでしょ、あ、これ花、うん。もう8年前ぐらいだよ。今でもちゃんと8、9年前ぐらい。花で食いをしてんだ。1日、2日ぐらいでここ、塞いだんだ、1号線を。現場現象やな。そんなに長く、うん、酔っ払いじゃないか、酔っ払ってたんじゃないか。酔っ払う運動、飲んで運転しててスピード出しすぎて、そう、曲がりきれずに。結構多いんだよ、無鉄砲が。あったでしょ、花とか。でしょ。でこの先は有名なあの97歳ババアが、知ってる？茅ヶ崎の駅前で人殺してたよ、40歳の女の人を。まあそこも通るけど、こう昔吉野家だと思う。吉野家だったんだけど、変わっちゃったね。で、いや、あの、事故物件っていう。8階の東横院が、あの、大島テレに乗ってました。あ、まだ解体しないんだ。元警察署。うん、およそ1キロ。この8階が、練炭、なんか練炭自殺かな。お風呂場でなくなってたんだな。
亡くなってたんですよね、うん、風呂場で。墓井止まったよな、前。止まったような感じすんだよな。止まったような気がするね。タバコ吸う部屋なんだよ、墓井って。この付近、中近最重点エリアです。ちなみにそこのビルもマンションも飛び降りじゃん。そこの左側の、ま、マンションも飛び降り。マジすごいね、この辺り。すごい。なんかおかしいじゃん。おかしい。街全体がおかしい。違うんだよね。ここ昔はガソリンスタンドだったの、うんうんうん、でそこの横にマックの倉庫があったの、うん、マックの倉庫も夜出るっつったの。マックやってたから、高校の時。そう、そういう噂があったの。事務所の倉庫出るって。でここ飛び降りてるよね。右方向レベル3取締りエリアです。スピード注意。でこの先のもう一個先のとこが、そのほら97歳か8歳のばあちゃんが殺しちゃったじゃん、あそこの事故現場ね。そう、どうしたらああいう風に行くかなっていう、うん、バンギアンさんが出てすぐぶつけてんだよ、うんうんうん、どうしたらああいう風になるかなって、うん、そうで、マックの倉庫ここにあったんだけど今中止なの。だって違うところに借りたんじゃない、あそこの交差点が、その事故、今から何年前、3、4年前だかな。3年前ぐらいかな。ここだよね、ここ。まだ花束あるんじゃない、右側に。うん、こいつ邪魔だな、お前。ここの、こう、あそこのガードレーンのところでやってるから。ここ、こう。ないかな、ここ、こう。ない、花束。ない。ない。あ、なんか。あったね。なんかあったね。なんかあった、あった。花束ないけど、なんか入れてるよ。うん、なんかあったね。あれ、イオン閉店した？やってないよ。え、この今の時間やってない。あ、やってないのか。映画やってるじゃん、映画。これ映画館だよ。潰れた？取締りエリア外です。うん。潰れた？とうとう。まだ時間です。まだでしょ？やってるでしょ、まだ。9時で終わっちゃった。いや、でも電気消えてるだけ。あ、ついてたよ、でも電気ちょっと。どっちから行くの？これオーバートンネルから行くのかな？結構多いんだよね、うん、事故物件っていうか、まあ、事故がね、うん、でこの先に左側に高校があるんだけど、江戸時代の処刑場、高校があって、もう分かるよ、もう 薄汚いやん、暗くなるから一瞬、うんうん、一瞬暗くなるの、意味が本当に明るいじゃん、これは。これが本当暗くなるからマジで、この先いや、うん、そこはもうあの茅ヶ崎で処刑してたって。その裏側にあるお寺さんが供養してるの、うん、罪人の供養してる。だから高校とかそういうとこはみんなそういう処刑場多いんだよ、うん、公園とかね、家は建てられないんだよね、うん、ほらほら、暗くなったでしょ？暗くなったでしょ？暗くなった。ここなんですよ。ここ暗いでしょ？ここなの、この辺り。この先なの、もうちょっと先。ここ。暗いでしょ、左が。今、明かり、あの電気ついてるからね、この辺りが処刑場だったっていうこと。暗いでしょ、ここ一瞬でこう。今、ほら、校庭がちょっと電気ついてるから、明るいけど。なんで校庭電気ついてんだもん。誰もいないの。だから、ここ高校だから。やってたんじゃない、なんか貸してんじゃない、貸してんじゃない、誰もいないよ、うん、分かんないけどね。でこの左も上がるとそのお寺があるんだよ、うん、そこに南無阿弥陀仏って書いてあるよ。あ、うん、そういうとこなの。この辺りほんと暗いんだよね。この松はだから江戸時代からある松なんです、
そう。そう、昔からです。松ってふるさと感じるよね。いやだからこう東海道1号線だから、これ1号線だから。そう、公民だったから通ってた。そう、だからその松が、邪魔じゃない、こいつ。なんだこいつらの自転車乗り方。この前よ。てめえだ、こいつら。走れんじゃん、あっちの方。ここはだって上な。危ねえな、このクソガキ。お前みたいな、ほんと命ボム捨てるぞ、ほんとにね。おじいちゃんが運転したら、引かれちゃうよ。反射神経ないんだよ。7度だな。いて、寒いな、やっぱり。ぶつけてた窓。寒い。風が強いね。だから結構昼間混むんだよ、ここは。1号線で。のこぎりばあちゃんがもうすぐで、左側でしょ、家が。あの、俺、のこぎりで行くよ。でも意外と軽かったね、懲役刑がね。うん。変な事件ばっかり多いな。いや、でもあれはでもな、起きなかった事件だったよな。息子だな。息子は多分かなりショックだと思うよ。だって自分がだって連れてきちゃってんだから、やっぱりそれでこういう事件起きちゃってんだから、そう、もう謝ってんじゃない多分お母さんに。とりあえず面会は行けるからね、月に1回とかね。てか多分ね、もう足が結構悪かったみたい、裁判の時も。だからもう多分ね、刑務作業できないんじゃない。だから多分あれじゃない、医療刑務所じゃない。もう介護が必要になってくるから、うん、危ねえよお前、何やってんの。見たこれ、にらめっこしちゃってたよ。にらめっこしてたでしょ、見た今のチャリンコ。カメラを目撃されたって。にらめっこしてたよ。なんでこれ後しに出たの。あ、焼肉キング か, 焼肉キングか。あんまいねえな、人。硬いんだよな、これな。もうね、昔はそうだと言ったけど、三昧覚えちゃったらもうダメでしょ。だって、うん、噛み切れないんだよ。そう、硬いんだよね。言ったよ、でも。うん。はい、今回さん、お疲れ様ね、こんばんは。今、2軒目ね、今日ね、最後のところなんですけど、やばい、あの、霊園ですね。霊園の脇道っていうところなんですけど。やっぱあれなんだ、大場トンネルから行くんだ。心霊スポット、大場トンネルと。でもね、ここってね、噂はね、雨の日なんだよ。晴れの日じゃないんだよ。雨の日に白い服を着た女の人を見るっていう噂が。何回も撮ったけど、みんな来てるんだよ。いや、多分事故があったの。できた時に、多分事故があったと。で、亡くなっちゃってるんだよ、多分。雨の日に出ちゃった。いや、ちょっとスリップしちゃって死んじゃったんじゃない。うん、まあでも基本的にチャリンコは上の道路があるから、うん、そのこういう道では走れないから。で、ここにね、確かこの先かな。これもほらね、ほら江戸時代の松だよ。あ、そっか。うん。これね。そう。すごいね。すごいでしょ。その時代から。いや、これも文化財だからね。そう、文化財だから、うん、切れないから、うん、なんか魂ってなんか信号のところにね、なんか鳥神社があるんだよ。そこが、まあ、昔やばかった。やばかった。でもこれ明るくなったよね。昔はもっと暗かったもん。この店ができてるからやっぱり、うん、まあ、ここだったらもう辻路に近いから、およそ300m先、鳥交番前を左方向です。ここにあるんだよ、なんか鳥居が、うん、この上にあるんだよ。あったでしょ、ほら、この昔はね、この電気ついてなかったの、めっちゃ怖かったの。祀ってんじゃない、あの、そう、源氏を祀ってんじゃない。
ピクノさん、背中のヒーターさ、温まると、腹まで温まります。温まるでしょ、そう、だから寒い時いいんだよね。だ腰悪い人これいいよ、多分。温めるのがやっぱ一番いいから。ね、そう。そう。歩いてますよ。どうしようね。一回やらせておかないとね。もう俺の多分出番がなくなっちゃったっていう。これ渡るべ。どっち渡るんだ。渡んないの。いけるか、ダメか。いける、ダメだ。後ろにいるから。そうだね。あれがトンネルなんで、あの三軒がね。あ、そっかそっか。そのオーバートンネルって一応心霊スポットなんだけど、うん、まあ見たことはないかな。一回やったことあるんだけど。見たことない。うん、明るいもんだって。そうだね、確かに明るいね。で、すごい長いんだよこれ。うんうん、歩いたら結構疲れるもん、登るからこれ。確か電波あったような気がする。電波あるのここ。うん。ここ電波あるんだ。おばあちゃん大丈夫かあれ。あれ危ないな。ギリギリだよ。うん。危ないよね。しかもさ、ちゃんと端っこ歩かないしさ。そう。いやもう見えてないんだもん。方向が難しいんだよもう。およそ700メートル先、県営大和田地前を下る方向です。これ大変でしょ、長いでしょ、この距離。でもなんかこっち側で見るらしいよ、こっちの進行方向で。基本的にチャリンコもこっちだから、丸め飛ばさないと登れないからね、そこ。ああ、登れないから、どうして。でもこっち側でやるのはできない、向こう側のはできるんだよね。そう、登れなくて歩いてたもんな。そう、歩くよ、坂すごいもん。内側に注意して走行してください。その先、400m。着きましたよ。着きました。やばいエリアに着きましたよ。やばいエリアに着きます。およそ 400m 先、目的地周辺です。あら、電波がダメだ。一瞬切れたね、電波が。うん、YouTube が。戻った。戻った。フルに戻った。一人だけでも雰囲気嫌だね。いや、暗いよ。ガイドないよ、もう。まもなく目的地です。止まってるかな、また。止まってる？あ、いねえの。いない。いつもいるくん。いつもいるよね。目的地は右側にあります。誰も持ってない。ちょっと一服したら行きましょうね。うん、7度です。あ、風は寒いよ。風ある、風ある。風ありそうだな。うん、風ある。片っぽしかないから。うん。やばいね。雰囲気がすごくない？やっぱり。一段とここ雰囲気あるよね。うん、あれ？電気消えてないよ、あっち。電気消えてない。電気、仕事してない。で、あ、お疲れ様ね、皆さんね。電気消えてるような、暗いよ、すごい。暗い。いつもよりか暗くない？暗い。風すごいよ、これ。うん、3メーターぐらい吹いて、3、4メーター吹いてる。うん、やってみな。ちょっと。小池さん、一服したら行きましょう。いや、やばいな、ここ。あ、聞いてる？うん、寒いよね。寒い。うん、大丈夫だね。うん、寒いよね、うん。やばい、風吹いてる、やっぱりすごい。うん、これ何もないから、もろ来るね。
雰囲気すごいでしょ。暗いよ本当にあっち。なんかもういつまで暗いんだけど今日。今日やってないの？金曜日でやってんじゃないの？いや、めっちゃ怖くないよ、なんか。この雰囲気。あら、見た、なんか映った。見た？本当に？手招きが。おいで、おいで。おいでって。見たな。で、今度、ゲイツーさんだな。でも入れなくてもわかんないけど。はい、お疲れ様ね。すごい静かで、なんかやってないな今日。静かだよ、静かだよ。だって普通だったらもっと明るく見えるってはずだけど、うん、そう、何分かかるか見とかないと。なんでこれ、ここ後ろ行けって入れねって。16分ですかね。おちょぼかあります。みなさんおちょぼかありがとうね。どうもね、いつもありがとうございます。ありがとうございます、いつもね。ラッキーさんもありがとうございます。じゃあ行きますか。頑張ってね。ダメですいません、汗、うん、寒いよ。いや、めっちゃ風吹いてんだけど。いや、風吹いてる。なんなのこの風。すげえ風吹いてる。すいません。いい、どうもね、ありがとうございますね。めっちゃ風吹いてんだけど。めっちゃ風吹いてるよ。寒い。やばいじゃないですか。やばいよ、これ風。大丈夫か？ん？何が？どうしようかな。まだ平気かな。あ、俺水分取って。いや、いらないと思うよ。いらないよね。うん、下あったかいもん。下あったかいもんね。風わかる。すっごい吹いてる。なんか全ていいですか？風やべえ。いや、いいです。皆さんありがとうね。いつもありがとうございます。全然大丈夫ですよ。ありがとうございます。寒い。わかるこの音。寒い。あれどこだ。風。体感温度3度ぐらいだなこれ。これわかる？これ風。めっちゃ吹いてんだけど風。冷てぇ風が。ほら風が枕。あ、でも電気ついてるよ。電気、電気すげえ吹いてるよ。ほらかなり風強い。ついてる、ついてる。うん、今休憩なんじゃないんだから。かなり風強い。こっちにも、こっちの当たんないんじゃない？あ、こっちの当たんないわ。木があって。モロそこないじゃないですか。だからモロなんですよ。モロ通るところ、うん。ありがとうございますね、どうもね。バケタンやってみるんですか。ん？つかないことないもん。あ、そうだよ。足ってどこだよ。なんか音聞こえませんでした今。聞こえてないよ。この電池切れてんな。反応鈍いもんな。何か起きるのかね。こっちがあんまり最近起きないんだよね、うん、いやでも寒いよマジで。さっきと違いますよね。うん、やっぱ極寒だよ。7度だったんだけど、うん、もう3度ぐらいの体感温度かな。3、2度。風がある、冷たい分。
はい、八宝さんこんばんはね、いらっしゃいね。あれなんかおかしいよな、バクってるよな。これが反応ないからもう電池切れてるね。これが反応が薄いじゃん。あ、そういうことか。うん、そう。で、これもちょっともうね、結構長く使ってるから多分電池は怪しい。うん、これ聞いちゃうでしょ、うん、だからもうこれダメなの。今んとこ大丈夫みたい。寒くなってきました。ん？一つ死んだ。もう電池全部交換だね。日曜日交換だな。うん。まあ明日か日曜日交換で。今日はもう帰ったらやんないけど。明日はほら買い物だけだから、どこも出かけないから。こう精密ドライバー必要なんだよね。あ、黄色だ。黄色。あ、そうだね。うん、これはもうね、もうボルトがぶっ壊れてるから、無理やりセルテープで止めてるんです。あ、そっか。うん。ダメだ。小さいからすぐダメになっちゃう。そう、ダメになっちゃうんですよ。ネジ穴がね。焼き入ってないからドライバーが、うん、ネジも入ってないから舐めちゃうんですよね。うん、そう、うん、ダメ、焼き入ってんのよ、焼き。寒い、なんでこんな風邪ひくの。うわ、これモラだったら寒いっすね。これ風邪ひくパターンだよね。いやでも結構着込んでるから、いや薬飲んでんだよ。だから怪しいこと怪しかったら早めに、だから3日か4日ぐらいで治っちゃうから。しかも俺は病院の薬だから効くんだよ。効くね、効く、あの市販の医者じゃないかな。はい、ありがとうね、どうもね。ね、本当はね、首塚行きたいんだけどね、アルミさんのとこね。あそこほらあれじゃん、なんだっけ、神社があるから、神社周辺は絶対ね、来るんで、近くの人が。うん、うん、なぜかしない。うん。黄色。黄色。あ、濃いブルーですか。うん。渓谷。黄色で。赤。今日来てません。赤来てない。うん。ダメです。死んでる。完全死んでる。バケダン死亡だ。あ、車来た。危ないですよ。うん、たまに来るんだよこの時間でも車通るとまた寒いしよ、うん、風で寒いんだよ。またやっぱ全然違うわ、こっちの方が温度、うん、冷えてるねって。違うね、うん、ここですよね。バケダンダメだね、休ませろって言ってんじゃない多分。うん、そう、黄色になってんだけどね。ここ昔こうバケダンなんかすごかったんだけどね。サビ、マグマやったの、マグマやったの。もうやってない。やってないの、うん、でも沼津の方が多分ちょっとあったかいと思うんだよね。この場所なんだけど最近ダメなんだよね、うん、出ないよ。うん、寒いよ、風がもうほら常に吹いてるから結構吹いてんの。あー、ここモルソモルだほら、もう分かる、この吹き方、揺れ方、うん、3メーター、4メーターだね。最悪の日に来た、ここ風が吹くとね、これ1度だったらね、マイナス5度とかの気温だからね、耳が凍っちゃうんだよね、顔も顔面。
あれあれどっか曲がるとこあったよね。あそこだ、そこだな。あれ曲がるとこ過ぎたよ。過ぎた本当にバックだじゃん。多分どこ過ぎたよね。過ぎたな。あれ いつの間に過ぎたよね。違う過ぎた。あった曲がるところ。曲がるとこなかったよ。こっちそこじゃない。ケズヤ映ったぞ。大丈夫大丈夫ですか。今一瞬、うん、騙されたケズさんに。うん、来たよ来たよ。車来たよ車来たよ車来たよ。うんここだ。ケズさんチラッと見えた。そうだ、いきなりだって俺の画面に映ってくるのもう無理だよ。そう。ケズさん映った。僕映ってないから大丈夫ですよ。持ってるから。あ疲れた。メガネかけてるしマスクしてる。そう。疲れた。歩き疲れ。なんかここ犬が、あの猫が撮ったな。猫だな。この電池がもうダメだな。電池がダメか。ケズさん登場。ほら反応しないもんほら。黄色なんだな。あ、ジョーさんこんばんはね、いらっしゃいね。今何かしら映ってるかな。どうだろうね。寒い、マジで。天が冷たくなってきた。はい、ジョーさんこんばんはね。そう、今日はね、そう、今週最後の心霊ですよ。もうここで終わりなんですけど、今日はね。あと1時間ですね。明かりだけ。やってる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 。音がしてないんだもん。燃やしてるじゃん、音してるじゃん中で、うん、自動で燃やすんだよ。ケズさんの顔してるの、うん、皆さん俺の何気見てるんでしょ。俺も見てるんでしょ、うん、そうバレちゃってる。さすがだな。サラさんがいなくなったから酒飲んでんのかな。そういうなんかみんないなくなったんじゃない。堀さんもいなくなった。本当に堀さんもいねえじゃん。みんないなくなった。堀さんもいないじゃん。そう、うん、あなさんこんばんはね。グレルに見ててやってるの気づかなかった。あら残念。まだあとちょっと50分ぐらいできますけど ね、うん、そう見たいんでさ。そう、ななさん今度はね大晦日にあのカウントダウンですから。今日ルスロックいた？セットして置いてきた。あ、いたのね。いたのね。あのやつ。グレムリンでしたの？そういうの好きなの？今日9時からやってるから、うん、録画してるけど。そうなの？バケダの赤になんない。今日はね、あの今話題のね、平塚市のあのね、あの行き現場、うん、先ほどね、ツイキャスで行ってきましたんで、明日動画あげますので見てください、うん、先ほど行ってます。なんと、まだキープアート貼ってましたね。でキープアートって貼ってて、その横に神奈川県警、うんうんうん、大晦日了解ね、うん、来週はね多分ねクリスマスの日、うん、クリスマスイブ土曜日、うん、もしは水曜日できればって感じなんだけど水曜日ちょっと雨降るかもしれないからやらないかもしれない。その次はどうしようかなって感じで、2回やるともし風邪いたらカウントダウンがいけなくなっちゃう。そう、熱出たらやばいもんね、みんな移しちゃうから。そう、当日僕だけキャンセルっていう。そうね、よろしくお願いします。風邪ひかないようにね。そう、鶴さん時間言ってないんだ。そう、鶴さん言ってないの。時間言っといてね。言っとく言っとく。まだまだ、うん、3時だよ。相、うん、島さん、スパチありがとうございます、うん、温かい飲み物ありがとうございますね、うん、どうもね、うん、あ、でも黄色になってきたね、ちょっとね、うん、あ、そう、一応ね、黄色あったよ。あった、うん、そう、ありがとうね、皆さん、うん、相島さん、すみません、どうもありがとうございます、うん、うん、そう知ってますね、皆さん、ありがとうございます。え、濃いブルー、濃いブルー、今足音来なかった。足音、うん、霊の方から、うん、濃いブルー、黄色、あ、黄色、濃いブルー。ああ、じゃあ、じゃあ、え、ここいるの、もしかしたら。ありがとうございますね、どうもね、皆さん、ありがとうございます。なんかあそこの建物不気味じゃない、うん、不気味。ほら、あそこの建物真ん中、すごい寒い。あれ、明るいんでか、明るすか。あ、黄色だ、みんな、なんか賑やかになってきた。なんかいるのかな。え、でもこの辺り昔墓地だったって噂だよ。そっか、うん、なんか開拓それはまあされる前は墓地だって、なんかね見たんだよね、どっかの資料で。なんかこう雰囲気ない。あるね。
まるで雰囲気違うもん、だって他と、うん、これね、この後みんな墓地だったらしいよ、なんか結構墓地、墓地だった、うん、墓地、墓地、墓地、うん、また濃いブルー、うん、警告、お、音鳴った、お、音鳴った、あっち、あっちか、あっちでやってくれ、赤来そう、あ、電池ないな、これここで来たら落としてね、分かる、あ、電池切れた、電池切れた、なんか今チカってなったもん、本当もうそろそろ電池なくなる、バズで赤になれ、赤になってならないか、ダメか、わらしのバケタン、うん、ずっとそのままだったらダメだ、電池持ってる、はい、オクラが見てます、ありがとう、トコメさんね、どうも、さあ、ここがね、皆さんあまり良くないエリアですね、土地柄ですね、あそこに見える棒が土葬ですね、土葬見えます、あそこに土葬です、あれあれ土葬、土葬墓地、いや普通にこの辺り霊園だったらしいですよ、だからお墓だったらしいですよ、で開拓して、だからあの大場トンネル出るっていうのは上がもともと霊園だったらしい、そうそうで噂がある本当に、で あれじゃないですか、あそこって噂は雨の日に白い女が見、そうなんか言われた、言われてた、あんまり前に行かないで、うん、分かった、うん、雨の日に首見たの、うん、俺見たことないんですよね、ちょうどあそこで、うん、そう、はい、おたさんこんばんはね、いらっしゃい、そう、見ただって、もうなんかほら怖そうじゃないここうん、だからこの辺り一帯がもともと山だったんだよ、あの辺りも雰囲気あるよね、うん、山だったのを開拓したんだよね、ちょっとね、やってるじゃん、何が作業やってるじゃん、作業やってた、そう休憩だしょ、今休憩だったんじゃん、休憩だったからね、そう夜だからサボるんだよ、みんな上司いないから、上司いないからほらエリア、危険なエリア潜入中です、こういうとこね、多分やってるんだよ、無縁仏とかありそうだよ、うん、そう無縁仏とか、うん、意外とね、そう山自体がね、あんまりいい噂しかないよ、ここ本当に、うん、この辺りは親戚のうちのね、でもここ茅ヶ崎市なんだよね、茅ヶ崎で富士山の県境っていうか、あの市境だから、ほらここなんか、なんか綺麗になってない、そうそう、あれ、あれ、あそこ俺一瞬で、あれ何かと思った、土葬だよ土葬だよほら土葬があるよって言ったんだよね、見に行ったんでね、ほらそこに土葬があるよとか言ったら違ったんだよでもここほら綺麗にしてるってことはなんかあるね、もっとここなんかあったんじゃないの、うん、あ、あ、ハンドさんどうもね、こんばんはね、金のお茶ありがとうございます、うん、どうもね、なんかあったよね、うん、あったあった、うん、だから多分ここ墓地じゃない、うん、なんかそんな感じするんだよね、なんか そっから上に上がれんの、うん、上がれないか、いや、でも汚れちゃうからね、うん、落ち葉で、そうそう、つ、うん、いちゃうんだよ、結構、だいたいこういうとこ行くとね、朝見るとね、もう車のシートがすごいんだよ、そう、サビうわ、これ分かる、この音これ来ないよ、ほらほら、見てこの風、この風やばいでしょ、赤来た、赤来た、高江さん赤来たって、俺来ないのに、俺来ないのに、もう俺のバケタン不調だ、もう赤来たって、赤来たって、寒い、え、寒い、全然ダメです、うん、風が何なのこれ、うん、もう本当に赤来ないです僕は、もうなんかバケたらダメなんじゃない、もう調子悪い、そう小江さんのが来てるって、寒いここは、が耳が寒い、ほら見える、うん、なんか流れ星、ほら流れ星、あれがあれですよ、
あのブラックホールです。ブラックホール、あれね、吸い込まれると地球は、あれが束にかかると地球は負けちゃうらしいです。吸い込まれたらどんなかしてる皆さん。ブラックホールになったら体の半分が灰になって、うん、体の半分が下まで落ちていくらしいです、うん、なんかさ、目が悪いのか知らないけど、うん、星の明かりそれ2つに見えんだよな。いや昔の方が見えなくなったよ、うんうん、今の時期ね、うん、田舎に帰るとすごいっすよ。すごいの空見るとマジ星。はい、春子さんこんばんはね、いらっしゃいね。そう、赤来ない。いや昔に比べたら見にくくなったよね、星も、うん、だから、そう、だから周りが明るいから見えないのし、あとはお前これ多分もう寿命になってる星もあるからね、うんうん、これだってなくなってても何十年ってこう先まで見えるらしいから、うんうん、そう残ってんだ残像が星ってね。さあ向こうのエリア行きますか。向こうのエリア、あ、眩しい光景さんか。これさ眩しいな。誰？眩しい。眩しい、ごめんなさい。そう眩しかった。目がチカチカしてる。そうモルチョクになった。そう。多分ね、あの小江さんの多分ね、ハイパーでやってるからね。ハイパーでやるとね、多分そんな持たなくなる時間が。あのね、小江さん多分ね、ライトを強弱しといた方がいいですよ、弱いやつに。電池が持たなくなる、多分。ハイでやると多分2時間持たないんで。そう、だから弱くすると多分3時間ぐらい持つんで、このぐらいにするといいかも。うん、そう、だから電池予備持ってこないと危ないんだよ。そう、電池切れちゃうから、本当に。あ、車来やがった、うん、飛ばしてんな、バイクか、バイクか、バイク、ピザーラか、ピザーラか、銀の皿か。さあ皆さん、ここのエリアですね、例のエリア来ました。うん、さあここからあの怪奇現象気をつけてください。なんかやるみたいよ、工事。ほら無縁仏作るんだ。工事やるの無縁仏、うん、違うわ。なんか作る、なんか作るみたい。でここ入らせてもらう、うん、ここだと入れない、藤田市だから、市営だから。これ藤田市の人じゃなきゃ入れないから。そう、醤油剥がし、はいでやると2時間持たないと思う、多分。うん、そうすると電池切れちゃったらもう電池ないでしょ。だから予備がなかったら終わりになっちゃうから、電池ローでやっといた方がいいですね、最初は。ロー、ね、ロー、このぐらいの明るさで一番3段階切り替えできるでしょ、うん、そうした方が持つ。予備があれば別にいいんだけど、交換すれば電池。そう、ここから聞こえるかもよ、これ。ちょっと澄ましといて聞いてください、うん。風強いな。なんか言ってな。大丈夫？静かだ。静かだな。大丈夫、まだ聞こえてない。いるのかな。何の音ですか？何の音ですか？あ、これ何ですか、これ。
わあ、あ、それそれやめた方がいいからな。それね、あの全部偽物だから。そう仕込まれてるんですもん、調べたら。そう出るようにね仕込まれてる。でね、これあれなんですよ、あれ入ってるよ。あのアプリに消しても消えないようなアプリ入ってるんですよ、これ。で、要は簡単に言うとあれです。もうなんていうのかな、中にあのアメリカのソフトだから、うん、こう仕込まれてるんですよ、ウイルスを。で、なんか情報持ってくんですよ。だから俺調べたらね、消せなくて、うん、あのショートカット消えるんですよ、うん、中の設定残ってるんですよ、うん、何かなと調べたらスパイスエア、簡単に言うと、うん、まあハッキングだよ、だからね、うん、危ないよあれ。アメリカのやつは本当危ないんだよ、変に使っちゃうと持ってかれちゃうから情報。うん、そう危ないよ本当に。あの下手に海外のやつを落としてやるとハッキングされる可能性だから。なんか音どうだろう。物流センター、寝ました。おやすみなさい。はい、では失礼します。寝ます。今日皆さん寝てますね、静かです。見てます、寝てます。風が冷てー、起きてる、寝てるように見えたんですけど、寝てない、寝落ちしてません。あ、ここだな、ここだな、見えるところが、ほらここだ、見えてます、寝てない。涙出てきちゃった、もう顔面冷たくて。この風わかるでしょ、寒いんだマジで。ちょっとこうしとこう。寒いんだマジで、涙出てくんだもん、寒すぎて顔面が。洗い物してました、はい。僕は今の霊園を見てました。本当風が強い時はね、神殿向かないんだよね、真冬は。本当に本当に嫌なんだよ、風邪いちゃうしね、最悪。大体翌朝食らうんだよね、次とか。あ、これ小平さん風邪いたんじゃない、大丈夫ですか、大丈夫ですか。そんな寒いよ、寒い寒い。もともと今ね7度ぐらいなんで、6かな7度ぐらいで。え、何の音今、うん、え、何の音、今音したでしょ、音したよね、何の音したよね今ね、音、うん、なんかザワザワって、なんかなんかビニールが落ちてくるような音みたいな、ガシャガシャガシャ、やばいし、上だよ、何今の音、もう来たよ、いや多分これ消してきてますね、うん、やばい、なんか今の音やばいよマジで、上からなんか落ちてきたような感じだもん、音変わったでしょ、なんか変な音したでしょ、ちょっと戻してみて、戻す、聞こえなかった、戻すの、いや違う、戻すんじゃない、今聞こえなかった、聞こえてないの、いや聞こえて、聞こえて、聞こえたでしょ、ザワザワって、なんかそう、なんか変な音が、やっぱこの辺りやばいんじゃない、なんか、うん、なんかいるんだやっぱりここ、あれいない、起き始めてるね多分ね、なんかね、ストーンって落ちたような感じ、なんか風の音に混ざってなんかサッてなんか落ちてきた、ここ見えるでしょ、ほら、分かんなかった、なんか音が変わったんだよ、なんか変な音、なんか上からこう降ってくるような感じ、なんでこの風すんだよ、なんかうなってない、ふーふーってなんか奥の方でいる？います？いる、いっぱいいます？1人、2人、いっぱいいるって。風の音が聞こえなかった。風がねあるとね、だから聞こえにくいからね。本当は心霊向かないんで、その日はやっぱり。女の人と。すごいな。いる、うん、
何やってるって感じで見てるんですかね。ただ立ってるんですかね。立ってる。足あるんですか。足ない。足ないんだって。顔だけあるんですか。顔だけある。あ、顔だけあるんだって。血の気のない色。風がね。真っ黒。じゃあやばいじゃないですか、真っ黒は。真っ黒やばい、うん。真っ黒やばいって言いますもんね。だから丈夫してないでしょ。してない。うん。こう下向いてる。ああ、そうなんだよね、多分。ちょっとここの、うん、まあ、だと真正面なの。ああ、真正面いる。真正面。全然見えないんだよな。見える？見えてるらしい。俺見えないけど、ただ寒いマジで。ただ佇んでるいるんだ。前のと違います。前のと違う。違うんだ、やっぱ変わるんだな、入れ替わりで。真っ黒ってあんま良くないっていうね、うん、まだ白い方がいいっていうよ。ここ見えます。ここから見える。どこにいるんですか。今外場が立ってるんですよ、はい、あそこの1個、2個、後ろ、うん、後ろにいる。全然見えないな。見える。白い墓石とその後ろにちょっと黒っぽい墓石があって、うん、そこの間に立ってる。立ってるって見える。見える。見えないでしょ。ちいけさんのズームしてみるよ、ちょっと。見える。そこ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 。え、どれで、これですか。これ。これ、そっちじゃない、その、もう一個向こう。これ。その、左側。これ。それそれそれ。わかんないですね、全然。わかんねえな。見える。見えてないでしょ。これ結構ズームしてんだけど、これ、ちいけさん。全然見えないな。水結のズームの方が結構綺麗に見えるね。YouTube の方がぼやけてるね、やっぱね。なんか生首？なんか生首っぽいのが見えるような感じですけどね。なんか首が覗いてる感じですか？あの石の上に。なんかそんな感じには見えるけど。首が覗いてるのと、うん、奥にあのさっき言った女が佇んでる、うん、見えないな。だからはっきりとね、見えないからね。まあ、うん、からね。あれ今なんか落としなかった、ボンって、ボーンって落ちた。今食えなかった、音たボーンって、うん、なんかボーンって言いましたよね。今したよね、そっちで。やっぱなんかこう起きるな。ボーンって落としなかった今。若しか見えないよね。そう、わかんないんだよね。ハイブリッド。そう。今ね、超えたでしょ、ボーンって。何ここ。マジでやばくない？これちょっと全開で赤くするとどうなるかって、こんな感じですよ、ほら。もう、お墓のライトアップですよね。消えたでしょ、やっぱり明るくすると。消えた。今の分かったでしょ。何これ、ちょっと不思議じゃない、この音。ボーンって、だってボーンって鳴るような要素がないんだよ。だって風強くてもだって当たってないからね。でも心理配信の時にフード付きがいいですよ、これ。これもう耳にかかるから耳がね、冷たくなるんです。暖かいでしょ。暖かいでしょ。だからこういうのが絶対いいですよ、多分。これからは。落としたよね。ね。あそこいた。どこ？右側？あそこ真ん中ですか？真ん中。どこですか？こっち？これ？こっち？そっち。そこ。わかんねえ。ちょっと真ん中。見える？そこにいるって。おじいさん。おじいちゃんだって。おじいちゃん寝なさい、もう時間だよ。もう10時24分だよ。あのおじいさんいつもいるよ。いるんですか。うん、なんだろうね、おじいちゃん寝られないのかな、死んでるから。
いる？見えないな。見える？見えないよね。でもなんかやっぱあそこ音するよね。徘徊してんの？徘徊してないでしょ。ただ立ってるでしょ。ここですか？ここ？そこえどこですか？こっち？そこそこそうそうそう。こっち？こっち？ここ？そこそこ。ここ？いる？わかんない全然。どれにいいんですか？あの白線どこですか？白線ところ？白線のところ。立ってんすか？切れたところ。切れたところにいるの？全然わかんないけどな。ぼーっと立ってる。見える？おじいちゃんわかんないよ俺も。あらさんスパチャありがとうございます。どうもねありがとう。そうここあったかい。風来ない。ここ来ない。ここ来ない。だってねダウンジャケが冷えてるよもう触ると。あこにありがとうございます。ありがとうございますね。そう。これいつも立ってるんだよ。全然わかんないですよ。見えない。毎回そう見えないね。だやっぱり強い人は見えるんで、だから見えない人は俺みたいに見えない皆さん。見えないです。なるよ。でもねここの変なだから音とかそういうね最近はだから音系多いですよね。うん、その前まで声がキャーとかね。キャーとかね。うん。お経。うなってるも風が。でここ多分山だからね風が舞っちゃうんだよね。だから寒いんだよ下いるから絶対的に。いる？でもこっち側静かなの。おやすみなさい。え寝てる？ここですよね。まだいるかな。身長どのぐらいですか？身長はね、158cm ぐらい。あ、じゃあ結構高いんだな、おじいちゃんでも、うん、結構高い。じゃあおじいちゃん多分ここから出てきちゃったんじゃないですか。出てきちゃった多分。で、戻れないんじゃない。買いな、買いな、うん、戻れないんじゃない。だからそう入れなくなっちゃって、うん、多分、俺も見えないんだけど。いる？あかねさん見える？わかんないんだよな。スパチャありがとうございますね、どうもね。寒いよね。ん？寒いよね。あんまり寒く感じない。だってこうしてるからでしょ。そうそうそう。してなかったら寒いでしょ。ねえ。だって防寒日だもん、ケイズーさん。もう本当に。で、こっち戻ります。出てきちゃったみたい。見えないんだ、俺も。だからなんかね、取り憑かれると見えるかもよ。俺昔取り憑かれて見えたから。その代わり、家で不吉な予感がするけど。取り憑かれるとね、肩痛いとかね。なんか変な音したとかね。2018年なんかさ、うん、プーさんの雑談配信見ると、うん、たまにさ、なんか、うん、いるみたいでさ、声聞こえてたの。なんかあるよね。雑談配信の時に、うん、今いないでしょ。今は最近は聞かないけど、うん、ね。2018年の頃は聞かなかったよ、うん。なんだこれ。何これ。あ、これなんかセンサーかな。すごいよね。怪しい、悲しい、見えない、やっぱり。やっぱりね。僕も見えないんです。大丈夫です。僕も見えないから。見える人が少ないと思う、やっぱり。ね。そう。ほんと寒いな、ここ。ああ、武田さん、ありがとうね。コンティニー公園ね。どうも。取り憑かれてないってことなんですよ、簡単に皆さん。当たりです、それ。ね、ありがとうございますね。高田さん、ありがとう。そう、だからね、要はだから見えてないってことは取り憑かれて、見えてる人は取り憑かれてるかもしれない。うん、そう、マジで。俺もね、昔ね、取り憑かれたんだよ。その時は肩がね、すっげえ痛かったの。こんな感じ。なんかね、傾いちゃうんだよ、重たくて。で、病院行ってもね、なんともないって言われる。でも痛いんですよ、って。で、湿布もらってね、あの痛み止めもらってって。でも治んない。で、ある日なんかそのね、見える人にこう除霊してもらったら、スッてなんか体が楽になって、肩も痛くなった。そう、僕やってもらったのがあのオンラインです。あの時スカイプってあってね、スカイプで、そう、奈良の人がいてね、あの天理教の人だったんですよ。うん、それも結構免許持ってる人で、その人がリスナーさんだったんで、で、ただでやってくれたんですよ。したらいるって言われて、いっぱいいるんですかしたら教えてくれないんですよね。うん、そう。
でそれでまあやってもらったらスッて抜けて、でお茶をね入れてくれ、ケーキとお茶をね、まあ、一応お供えしたんだけど、うん、まあケーキはドロドロに溶けてたんだけど、お茶満タンに入れたのに、うん、3時間ぐらいでちょっと寝ちゃったんだよ俺、うん、その後寝ちゃってふっと起きたら半分以下になってたの、こぼれてないで、それすごいよねだから飲んだんだなと思って、うん、そう飲んだんだよ、飲んだんですよ、だからオンラインで、オンラインで生きるって言われた、そうオンライン教習でやってもらった、そう無料でね、そう、うん、はい、お先にサチナさん、おやすみなさい、2時頃起きないでくださいね、サチナさん、後ろを気をつけてください老人が狙ってるかもしれません、はい、気をつけてください、おやすみなさい、2時頃起きるともしかしたら老人が目が合っちゃうかもしれない、そう、当番に立ってるかもしれない、気をつけてください、見たな逃がさないよって言われちゃうかもしれないんで、ね、気をつけてくださいね、はい、うん、でもこれあれなんだよな、調子悪いんだよね、これな、ここが引っかかるの、11時また30分ね、はい、11時30分ね、はい、うん、そんな感じで、こっちの方来るとなんか鳴るんだよね、その辺り、この辺りだと、うんうん、ちょうどね、あの霊が見える辺り、あ、もっと向こうですね、この辺ですかね、この辺なんだよね、そう、お墓が見えるところ、そう、この辺になると、さっきもそうだったんだけど、この辺なんだよね、あ、もうちょっとこっちですね、多分、ずれ方を見て、ちょうどね、ぴったり見えるの、ここだ、ここ、ここ、ここ、この辺りかな、あ、もうちょっとこっちだ、さっきこっちだったな、うんうん、この辺だったな、さっきこの辺だった、あ、ここだ、ここ、この辺だった、この辺がなんかやっぱ結構起きてるんです、なんか、はい、脅かさないでください、いや、なんか見えちゃったんで、今後気をつけてください、夜中は気をつけてください、おトイレ。寝る前に行ってきましょう、とりあえずね、うん、4時ぐらいに1回する、俺もね、そのぐらいなの、うん、いや、俺おしっこなんだけど、うん、でも今日はね、あの6時頃まで起きなかったの、本当昨日雑談やった後にね、6時頃まで起きなくて、ふっと起きたら、うん、今日は8時まで寝ていいんだよと思ったの自分で思ったの、だって今日俺何もないから、午前中昼からだったから、接骨院もほんと早く起きてもしょうがないのに起きちゃったんで、寝とけばよかったんだけど、そうだ、明日はちょっとね早めに起きて行かなきゃいけないんだけど、そう、なんでかというと混むから、なるべく早めにスーパー行って、なるべく空いてる時に行きたいんで、土曜日混むじゃないですか、そうだから行きたくないんですあんまりね、嫌なんだよ、あの本当にマスクしてないやつがいると、なんか持ってそうでやはり怖い、そう、うん、そう、はい、まなまるさんお久しぶりですね、寒い、マジで、うん、4時に起きるね、開発するんですか、どっか引っ越すんですか、近いんですか、寒くなるんですか、安かったですか、うん、え、一人で住むんですか、二人、せつなさんと、そのどれなんですか、あ、言わなくていいです、言わなくて今危ないから、後で、うん、多分、あそこねって分かる、あそこ、もしかして事故物件じゃないですよね、うん、事故物件じゃない、心霊スポット、いや、分かんないですよ、俺が、もしかしたら俺のとこ、あ、でも部屋が何個もあるんですよね、あ、じゃあ違う、大丈夫です、うん、あ、じゃあ、あ、寒川町民なんですね、寒い、来月うん、早朝の時は早く4時で、あ、寒い、風邪ひかないで、風がね冷たいからね、寒いのほらすごい揺れてるでしょ、うん、風が結構ある、うん、なんだ、なんか違う、なんか筋が見えるんだけど、この木にほら、あそこ、ここの分かる先端のところ、うん、筋があるね、あ、なんかあるよね、なんか、あ、あとなんかロープで巻いたような筋、ほら見えない縦に、え、これ釣ってる、うんうん、ここで、ここ釣ってんのかね、夜中一回起きる、ほらほらほら見えるよね、なんかね、なんかロープで分かんないけど、うん、なんか縛ったような跡があるよね、うん、え、これもしかして釣ってる、ここで、え、ないよね普通はね、こんな筋見えるよね、ちょうどなんかロープ釣れるとこだもんね、かけた感じが、なんかあるよね、まあ、釣ってるか分かんないけど、ロープかけたような跡がある、
見えるでしょ、なんか。わかるかな、ツイキャス見える、ほら。この木の根っこのところも、シミみたいになってる。ちょうどツイキャスが見えないんで、この辺りから。ね、あ、まだズームしてた、これ。ズームしてた、これ。え、してないよ、ズーム。寒い寒くない、手が。手冷たいよね、もう手袋だね、次はもう。もう手袋持ってかなきゃダメだね。冷てぇ、何この冷たさの。大丈夫？大丈夫だよ。手袋ないの？あるよ、これ。すればいいじゃん。すればいいじゃん。みんなしてねえのに俺だけしたのか。俺の方があったかいじゃん、まだ。冷てぇ、なんでこれ、雪男？なんだよこれ、冷えちゃってる、マジで。うん、マジで。でもここでなんか不思議なところの、1回なんかで起きると絶対起きないんですよね、この後。前回もそうですよね、なんかそこがチャンスなんですね、チャンスゾーンなの、多分見てると最近の、まあね、見てると。だから何回行くと1回ぐらい起きるんだけど。うん、あ、ほんと雪だ今の、丸山さんのとこは。こっちはまだ雪降ってないけど寒い、風があるとね、寒い、降るかもね、雪が。ほんと冷たいよ、マジで。冷え切っちゃってる。ね、そう、なみなみなのよ、わかる。あのマスク今俺外してんだけど、外してるから、まあ顎マスクなんだけど、なみなみなの、涙が出てくるの。あ、雪少ない、よかったよかった、本当に寒い、マジで。え、ここがめっちゃ寒いんだよ、ここが。寒いな、分かる、この寒さ。ここは寒いよ、絶対寒いよ。うわ、寒い。うわ、線香の匂いする。するね。すごい線香の匂いする。結構新しいよ、花ね、花ね、来てんね。だからうち、やっぱり行ってるよ、みんな行ってる、うちは。なんかいる？いない？涙目で寒い。なんか落としてない。寒いな。この辺もあれだろ、ここ歩いてると途中見えたところでさ、そうそうそう、ね。だどっちかっていうと向こうはね、家があるから明るくなっちゃう。そう、こっち明るく見えるんだけど、こっちの方が暗いんだよ。向こう暗いで、ほら暗く見えちゃうね。家がないから。家がないから、向こう側家があるから。そう、そう、明かりなの。こっち家はあんまないから、奥下は、家が下まで行かないとないの。そう、あのほらスニーカー来たのこっちでしょ。少ないか。寒い。でこの辺の家ね、お墓はすごい高いんだよ。で僕はね、このね、この道でね、足音聞こえたのよ、この道で。なんか後ろから迫ってくるんだ、足音が。ふっと後ろ見ると誰もいないの。7月の、これ流れ星見た？今見てないか。え、本当に？今あった？ほら光ったじゃん、ほら。あれ飛行機。あ、飛行機だった？あれ飛行機が飛んでる。違う、あれ UFO だよ。あれ UFO か。うん。で、音がしてない、飛行機。音してます？あ、ドローンじゃないの？ドローン。あ、ドローン攻撃される。やばい。
ん？いない？ここってか。いや本当本当なの。この歩いてたらいきなり一人で。うん？1月から3月の間は、うん、シアゴに火災が多かったとしてる。それはだからタバコ吸うからでしょ。お線香とか風があるから。そっか。うん。で木に移っちゃうと火災になっちゃうじゃん。うん。お線香もね難しいよね。うん風があるときはちょっと難しいよね。UFO だった。あと20分ね。はい、あと20分で終了になります。皆さんちょっと霊見れましたね。あ、なんか音してる。笛、笛、笛。振り向いちゃった俺今。ほら、笛、笛。こっち。本当？うん。笛の音してた今。笛の音。笛の音してるよ。ふうふうふうってなんか。ほら、してるよね。笛の音してない？聞いたね、今してたよね。た聞こえたでしょ今笛の音。多分入ってんじゃねえか。うん入ってると思う。誰もいないよ。だって誰もいない。本当でしょ。だから本当この辺りやばいね。意外と俺ここで結構聞いてるもん、うん、足音とか、うん、してるでしょ。音してるよね笛の音。でも周り誰もいないんだよ、うん、ふうふうふう知ってる。あまだ知ってるわ。知ってる。誘ってんじゃないの。なんだね。こう後ろだね今度ね、うん、俺が背後に行くねこいつ。なんで音が待ちの音が、うん、逆に行く、うん、悪魔が来たれて吹くなんかね聞こえてるでしょ笛の。あ、今度後ろだ。また後ろ、うんうん、どこ？いや、これどっちかんねん。分かんないんで場所が。参ったな。どこなの？分かんねえ。なんか後ろ見るとね、すぐね、こっち逆になるんだよ。いない今の音。って、うん、言ったよね、今ね、うん、今聞こえた？うめき声、うん、ってなんかじじだなこれ、うん。やばいな、ちょっとん？うるせえ、すいません。なんか言ってない？言ってる？なんか言ってるよ、ドルさん。ちょっと喋ってないで。なんか言ってるよね、うわうわうわって、うん、なんか叫び声してる。どこにいるのか分かんないんで。今落としたよね、ドンって、うん、え、今のあれじゃないの、こっちのあの上の蓋の音じゃない、ゴロンってね。え分かんねえんだよ、どこだから。逆向くと逆行くんだよな。子供の声、うん、墓のとこ近づけてもね、墓じゃないんだよね聞こえてんのが。こっちじゃないんだよ、こっちだと今度後ろから聞こえるんだよ。わかんないけど背後が好きなみたい。うん、うめきが分からなかった。あ、今子供の声みたいだった。ん、うん、子供いんの、うん、今静かになってんね。でもこっちは墓ないんだよ、駐車なんだよ。また聞こえてんね、ピーピーって。
なんか言ってるよね。こっちかな。これなんかすごくない？なんか。聞こえる？そう、ピーピー聞こえるよね。ん？なんか今聞こえなかった？あ、相沢さんか。今フラッシュ、なんかいきなり電気がついたから焦ったよ。うん。あれ、残ってたの？残ってた。寒い。そういうのあるよ、高いんだよあれ。でも隣ほら無縁じゃん、空いてるじゃん、うん、ここも、うん、もう多分墓じまいしちゃってんだよ、うん、か無縁だよね。もともと端っこだから、うん、あったと思うんだ、お墓を。あそこもそうだけど、うん、空いてるってことは多分お金払えなくなっちゃって前はここにいた時になんかいきなりランニングしてくるべきで言ってよ、真っ暗でいたじゃん。いたよね、焦って。あれねえ、あれ焦ったよマジで。でも近づいたら静かになったね。逆に笛は聞こえてるけど、なんか笛みたいなのがね。うん、寒い。ダニュービグもう心配してんだよね。心配してるでしょあなた。あ、戻れないよもう。どうする？うん、いや多分ね、あの多分ね、お墓の管理っていうかね、あの管理費払えなくなったら、3年払えなくなったら、もうそのまま警告されて何年も放置したら、多分そのままもう回収されちゃうんだよ。そういうことなんですか？うん、自動的に全部撤去されちゃう。で、骨はもう無縁、うん、なっちゃう。無縁になっちゃう。なっちゃう。そう。払ってれば大丈夫なの。うん、でも市営だから結構、ね、安いんだけど、ここ高いじゃん、うん。だから多分年間結構高く取られてると思う。だから墓もやっぱり払えるぐらいにしとかないとダメなんだよ、みんな。後のこと考えて。うんうん、ね、管理できなくなっちゃうんだよ、やっぱり。大きいとね。管理費がすごい高くなるから。だからちっちゃい墓の方がいいんだよ。だから逆に安い方が、うん、払えるから。うん。そういうことなんだ。大きい墓になっちゃったら年間で10万とか20万結構痛いよ。うん。でかいの持ってるけど。そう。そうそう、そうなるとね、本当管理費が高いからマジ。多分これだけでも年間5万とか取られてるよ。うん、もうちょっとちっちゃくしないと。向こうにちっちゃいのあるんだよね。あっちは多分安いよ、5000ぐらいだと思う。そうだと払えるじゃん、年間5000だとね。俺んちの田舎もこれよりもっとちっちゃいわ。まあ、これだと多分ね、大体まあ1万5000か2万円は取られてると思うよ。それがだってだ溜まっちゃうからね。ありがとうございました皆さんね。はあ、疲れた。何歩歩いたんだろう今日。7000歩ぐらい歩いてんのかな俺。ちょっと待って、何歩歩いてん、ちょっと見ていい？あ、いけいけ、腰が。7900。うわー、もう8000じゃないかよ。8000だよ、疲れるわけだわ。疲れてるわけだ。俺もう1万9000。8000歩歩いてるよ、8000歩。疲れた。あれ、前より歩いてるんじゃないか。歩いてる歩いてる。でしょ、なんかさ。8000歩、お疲れ様でした。相当疲れて、俺もう足がね、ちょっとね、疲れきてもう上がんなくなるしね。俺も腰痛い。うん、8000歩行ってた。
7900もう50ちょっとだからもうすぐ8000歩戻ったらもう8000歩ですよ。疲れたよな。そう、ありがとうございました。じゃあまた次回よろしくお願いします。ツイキャスお疲れ様でした。おやすみなさい。またね。